20代、僕たちに月曜日は来るのか。こんばんは。こんばんは。本送20代、はい、僕たちに月曜日は来るのか第64回です。64回。任天堂。そこ。任天堂。はい、そうですね、うん、いやー面白くなってきたね。ゆとりですが何か。お前もう絶対それ言わなきゃいけない呪いかなんかかかってんの。あのちょっと裏番組の話ですよね。裏番組、絶対裏番組主張するのやつもう何回やったんだこれ。まあね、見てない。いや見てないよ俺は。録画機能がない。あーマジで、まあ、あったとしても見ないけどね。あ本当そんな面白いの、ね、今ね、うん、その友達の妹と不倫するっていう。やべえじゃねえか。そうだ。マジか、うん。そんな話なの？熱い展開になってきた。そんな話なの？うん、岡田将生の妹と矢柄優也子持ちが付き合う。尋常じゃねえな、うん。なってきましたけどね。子持ちが付き合ってんの？そう。いやー。そんなの。まあそんな。そんなんがゆとりだと思う。たまったもんじゃないから、ね。まあそんな感じでしたけど、はいはい、今日もやっていきましょうか。やっていきましょうよ、うん、暑くなってきたね。でもね、そうよ本当に大丈夫かなと思うけどね。5月の下旬でこんなんでさ、もう 俺もさ今日真っ黒の服装してたら会った人にもうすごい光吸収してるけど大丈夫って、うん、独特な心配のされ方されてんね。そうそう大丈夫ですよつって。まあそんな感じで、はい、今日もやっていきますが、初めて見ている方もいると思うんですけど、本当に今か分かんないけどね毎回ね。いるか、はい、そう、あの本当に20代、うん、僕たちに月曜日は来るのかはですね、はい、あのまあちょっとデモクラ TV という、うん、あの枠の中でやってますが、まあちょっとまああんまりね、まあ、政治的な話題は触れることもあるけども、うん、まあ、あくまでその、まあ、ゆとりだとか、うん、何々系男子とか、うん、まあ、ちょっとカテゴライズされがちな時代に生まれてきてしまいましたが、我々がね、うん、まあ、もっと一人一人いろいろ考えてるでしょうというところで、うん、ということでね、うん、毎回20代のゲストを呼びして、はい、こういろいろお話しながら2時間生放送でお伝えしていっているという番組になっております、はい、で僕たちに月曜日は来るのかとかいうと副題はですね、うん、あの放送後ではないんですよね、うん、この番組何言ってもいいと。そうなんですよ、うん、あのセックスの話をしてもいいし、うん、戦争の話をしてもいいし、うん、あ、なんだあとは人殺したとかね、殺したいとかね、殺したいとか、ね、いやそれやばいけど、ね、不倫したいとかいう話も、うん、不倫の話はもう出ましたけど、うん、してもいいし、うん、まあ何でも、まあ、放送ことなしでやってしまっているので、うんうん、もしかしたら月曜日は来ないで、うん、放送止められる可能性が、うん、まああるよと。まあ一応63回ないっていう状況はついてますけどね、うん、けどまああるよと。そうですね、うん、あとまあちょっと9時から始まっちゃってるから、そうそうそう、残念ながら1時間ちょっとね、うん、ラグが出ちゃったけど、ラグが出ちゃって、ね、まあまあでも無事に月曜日を迎えることはできないだろうね。放送止まってる段階で俺らは、まあそうだね、若干こう若干の揉め事が起きてちょっと心穏やかには月曜日を迎えられないよっていう、その場合ね、そう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 、あたふたしてね、あたふたした月曜日にはなるでしょうっていうような、まあギリギリそういう読みってことで、はい、そんな感じでやっております、はい、はい、うん、っていう感じですかね。そんな感じでしょう、うん、でですね、はい、まあ今見ている方は分かると思うんですけど、はい、あの生放送でやっておりますので、はい、こちら本送 @democra.tv、honsou @dmcr.tv 本送 @democra.tv までメールを、はい、感想とかね、はい、ラジオ的にね、何でもいいですから、あのいただけると、うん、こっちのパソコンですぐ見て読むと。双方向性ですか、はい、この時代ですか、ね、下にも出ましたね。お願いします、お願いします。でさらに、ハッシュタグ、ツイッターの方でも、うん、あのハッシュタグ HONSOU20、はい、つぶやいていただければ、あのこれも見てるので、ずっと見てますからね、うん、ずっと見てるね、ずっと見てる。なんか俺さ最近うん、気づいたんだけど実況してんだね。あ、そうだよ、うん、山田くんがカメラマンの。ありがとうございます。全然俺気づかなくて。本当そうそうそう、あ、そう、あそうか、ちゃんとリアルタイムでこれやってんだと思って。いやそうなんですよ、ありがたい話です、はいはい、ハッシュタグ放送20ってこう、うん、そこをクリック検索すればその実況も出てくる、実況も出てくる、はい、
感じですね。ぜひ皆さんも実況していただきたいけどね、これね。そうだね。そう、つけていただいて、うん、本当に頼らずに。確かにね、こちらに、うんうん、ちょっと前髪変だぞとかね、うん、いいよいいよ、もう何でも、うん、ちょっと気になっちゃうけどね気にしたってしょうがない、言ったら気になっちゃうけどね、うん、そう、うん、まあそんな感じで、アップしないで、アップしないで、はい、いつでもいただければという感じになってます、はい、お願いします。でこれをさらにお伝えしたのはですね、はい、後半本草マンダラという本草マンダラコーナーがありまして、はい、人気コーナー。これはマンダラって皆さんご存知ですか、うん、なんだろうっていうね、ご利益のありそうな、なんかありますよね、そう、ありそうな、なさそうな、こういうなさそうな、はい、マンダラっていうのあるんですけど、まあ、これをちょっとモチーフにして、はい、こういうふうに9マスで毎回トークテーマを僕らと今日のゲストで、はい、出して告白ってするとか、うん、携帯代いくらみたいなかな、うん、まあ、5年後どこに住みたいとか何でもありで、何でもあり で、ね、こうやってね、はい、やっていて、で今日はおお生きちゃった、今日はこれですね、はい、5月22日のトピックがこの8つになっております。結構来てるけどね今日のは、うん、結構来てる、コードもなかなか、うん、えぐってる、うん、えぐりに来てるんじゃない、うん、今日は。でこれ、うん、このコーナーはですね、後半11時半とか20分ぐらいからやるんですけど、その視聴者の今見ている方からこれについて話してほしいっていうメールをいただいて、はい、いただかないと始められないって仕組みですからね。そうなんです、恐ろしいことに。 なのでぜひどれか選んで、はい、まあ、もしよければこれなんで聞きたいかみたいなところも選んでくれればという感じです。はい、で一応ちょっとラジオ的に聞いてる人もいるので、はい、一応読んでおきますと、お願いします。1個目がエロいって何、来ましたよ1個目からね、これね、エロいって何、うん、まあいろんな、俺ね、すっげえいきなり変な話するけど、うん、マジで新しいパターンだね、ここで急に変な話。俺なんかね、昨日ね、なんか知覚についての本読んでた、あ違う、昨日スピノザの、うん、あドゥルーズが、どれだよ、ドゥルーズがスピノザについて書いた、スピノザ実践の哲学っていう本があるんですよ。どっから出てる本か、うん、ちょっと朝オレンジの本があるんですけど、うん、あれ読んでたらね、勃起した俺びっくりした本当に、うん、普通にびっくりした、やばっ。いやだからなんかその、なんかいるじゃん、なんか変な制約だとか、なんか何か何に勃起するみたいな笑い話とかよくなんかたまに出たりするじゃん、数式でとかね、うん、そうそうそう、あリアルに起きて、うん、マジでちょっと笑っちゃった自分で笑っちゃったっていうか、なんか楽しくなっちゃった、なんか あるんだなみたいなっていう。それはまだ別なんじゃないの、別なのかな、 何について読んでたんだっけな、なんかスピノザのなんかね、原因についての、原因って、うん、原因の定義について、それはエロかったってこと、やっぱなんかエロさが、エロさを感じたんだろうね、何かこうな、だからエロなんだろうね、エロいって、うん、っていう話ですね。っていう話ですね。はい。で二つ目が、服って何着ればいいのっていう。文脈があるからちょっとなんかこれも嫌な質問みたいに見えるけど、うん、これは単体ですからね。そう。これは全然、そういう話じゃないよ。うん、エロいって何、服って何着ればいいのみたいな話じゃない。単純で服って、まあ何着ればいいんだろうっていう話ですね。で三つ目が理想のセックス。でこれはもうそうだから。うん、この質問もでもね、これもねやっぱね、うん、俺はすごい語り、なんかやっぱね、一回宇宙を感じた瞬間があって、なんかもう全部一つになるみたいな、なんかなんかあったあった、一回あった、もう全然今も鮮明に覚えてる、で何だったんだろうあれはっていう話を僕はどうしてもしちゃうけど、ちょっと興味、まあちょっと聞きたいです、はい、で4つ目が贅沢って必要、うん、必要かなっていう話ですよ、ドケチですからね、うん、僕はね、うん、してもちょっとこういう問いが出てきちゃいますよ、確かにね、はい、確かにね、うん、で5つ目が、8時間って寝すぎ、そう寝ちゃうんだよね俺はそう、ね、睡眠でドーピングして東大生やってるっていうのが俺の自己紹介だから、うん、なるほどね、8時間寝すぎ、ギリギリ、うん、で6つ目がいい暮らしってなんだろうっていうことですね、うん、ああいやこれも最近僕も考えました、ね、なんでしょうね、うん、で7つ目がどうして旅に出たくなる、うんうん、何の合理性もないけどね、旅ってね、ああ旅する、いやしちゃうけど、うん、どうしてだろうねっていうね、確かに、ね、大変だからね、うん、で8つ目が理想の部屋、家はなんだ、うん、ということで繋がってきますけどね、これね、うん、なんかね確かに一周できるよね、こう 理想からのエロいってないか
全部エロさでまとめないで、まあまあ、で8時間寝るみたいな、贅沢って必要みたいな、全部それ色に染まってきちゃう。まあまあまあ、今日はね、そんなね、こう、はい、割とこう実際、はい、実際的なね、お願いします。この8つの中から、はい、1つ選んでいただいて、はい、メールいただければ、はい、あの後半それについて話しという感じですね、はい、なのであのぜひぜひだよね、はい、本当ぜが非でもですよ、ぜが非でも送っていただけると、はい、と思います。さあそろそろかな、じゃあはい以上かな、はい、うん、一応全部説明したかな。あ、皆さんあのトイレに行きたいときは自分のタイミングで、あの誰も聞けないわ別に。誰も遠慮しねえわ。はい、まあ、それでは、はい、じゃあ2時間やっていきましょう。はい、呼びますか。お呼びしましょうか。はい、今日ね、はい、2時間やってきますから。じゃあ今日のゲストこちらです、お願いします。はい、イエーイ。あ、ま、うん、ま、ま、うん、ま、はい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 、今日のゲストは誰ですか、杉山さん。今日のゲストヨッシーです。ヨッシー、ヨッシー、イエーイ。いや、彼もあのユーミートっていう僕のねやってるサイトつながりではあるんだけど、うん、はあ、はあはあはあ、まあなん、うん、なかなか不思議な人材でね、ラッパーで、はいはい、あ、ラッパーなんだ。そう、ちょっとね、俺もまだ謎ばかりだから、ちょっと今日解明していきたいなっていうつもりで、うん、あ、のもあってそうそうそう、お呼びしてる。はい、よろしくお願いします。本名は、本名は鎌田って言います。鎌田義人っていう。あ、義人、あ、そうですね、鎌田義人。もうなんかね、あのこう見た目のキリッとしてる感じの顔してるじゃん、百獣の王みたいな、うん、あ、そう、結構肉食って感じなのに、ね、しっかり喋、うん、ってみると、あ、ふわっとしてるみたいな感じしない？あ、なんか、あ、のんびりしてる感じの喋り方しない？確かになんかこうガー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 来る感じではない、ね、そうそうそう、来ないよね。だから俺最初見た時びっくりして、うん、顔とのギャップって。それはやっぱもうエロい、エロい。いや、エロくはないよ。ちょっと一旦そこから離れて。ね、はい、そんな感じですよ。そういうわけで、はい、まあ、最初のコーナー行きますか。もうそうだね、最初のコーナーがもう自己紹介、はい、自己紹介的な感じのコーナーということで行きましょう。はい、最初のコーナーこちらですね。こちらです、あなたにタイトルつけますというコーナーでございます。よろしくお願いします。はい、こちらのコーナーではゲストの方にまずは自分で自分のタイトルをつけてもらって、うん、それをもとにちょっと自己紹介してもらいながら僕らも質問させてもらって、で最終的には僕らがまあ、より良いというか、よりこれの方がいいんじゃねみたいな、まあ、タイトルをつけさせてもらって、で勝負すると。ああ、そうだね。そう、あの、俺最後に僕が出したタイトルと杉山が出したタイトル、どっちがいいかをご本人に決めてもらいます。はい、今のところ僕は3勝1敗で、実はね、勝ち越してるので、ね、絶対俺ずっと勝ってるイメージでやった。ただ前回だけはちょっとね、あ、確かにいいのよ、来たなと思って。あ、なんだっけ、あの前回は、マダンって打てそうみたいな話、打てるようになりそう。あ、そうそうそう。どんな人が出たんですか。なんか前回、うん、主人公みたいな、教育の授業をやってる慶応の学生だったんだけど、そうそうそう、うん、すごい爽やかかつ、でもマダンテを知らないっていう、マダンテ方だったけどね、選んでくれたよね。知ってる、マダンテってトラックのやつですか。ああ、そう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 、あぶねえ、危ねえよ。まあまあまあ、いいでしょう。そういうわけで、ちょっとまずはそういうコーナーですよね。ヨッシーのまずはお願いしましょう。これいいですか。どうぞ、はい、言語能力の低いラッパー、うん、いや、致命的じゃねっていう。そうなんですよ、やばい、すごい。言語で勝負するやつじゃないの、ラッパーっていうのは。すごいね。なんかさっきその紹介で、その顔がすごいなんかワイルド系なのに、はいはい、うん、なんかあんまりウィルフワみたいな感じで言ったじゃないですか、うんうん、実際僕あの喋れないんですよ、そもそも。あのまず滑舌が悪くて何喋ってるか聞こえないみたいな、うん、そっから、うん、なんかラップとかって即興でやるじゃないですか、はいはい、うん、何にも思いつかないっていう。ちょっと待って、何でやってんの。マジで。そうなんですよ、何にも思いつかなかったら止まっちゃわない。今生放送じゃないですか、うん、多分あと10分か15分したらもう瞑想に入るんで。本当スピリチュアルな、本当に困るやつ。本当にやばいやつ呼んだなこれ今日。マジ、でもラップはするんでしょ。ラップはしますね。それはじゃあ何、暗記してくるとかってこと。ラップはもう頭真っ白になりながら、あ、もうなんかあの
遠い彼方の方からスッスッと言葉が引っ張ってきます。あ、もうそういうそっち系の、なるほどね、あのもうあの超えちゃってる量がしてるやつだ、うんうん、そうそうそう、脳の知識量とかをやばいじゃんそれやばいですよ結構だから別の能力が高いんじゃないの。確かに、うん、なんか引っ張ってくる能力が高いんですかね。なるほど。あ、なるほど。でもそういうタイプのラッパーなんだね、そういう言語能力、なんかフロイトとかの無意識の世界からちょっと来ちゃう感じ。なるほどね、雑な、なるほど、ね、やめといた方がいいよフロイトとか言っちゃうのよ。確かにね、フロイト知らないんですけどね、 S が動いちゃうみたいな。ほら分かってねえから全然分かってない。 S ぐらい分かってから言えよマジで。なるほどなるほど。はい、ちなみになんでラップを始めたの。なんか僕今その大学に通ってるんですよ。でしょうね学生なんだよね、うん、そうですね、うん、山杉山さんと同じ、はい、あの東大に通ってるんですけど、はいはいはい、あの元々その中高がその北海道の札幌なんですけれども、うんうん、同じなんだよね、札幌。マイホームタウン、そう、はい、しかも兄弟校っていう形なんですけど、さっきね、破格してびっくりしましたね。そうなんですよ。そうなんです。でなんか中高の時になんかラップにハマっちゃったんです。そのなんか、札幌にはザ・ブルーハーブっていう、めちゃくちゃ熱いラッパーがいて、ブルーハーツみたいだけど、ブルーハーツみたいけど違うんです。ザ・ブルーハーブ、ブルーハー、そう、ぜひあの視聴者の皆さんググってみてください。いや、まあ、ザはなんか THE じゃなくて THA なんですけど、うん、そうですね、このホームページが出てきましたね。かっちょいい、かっちょいい感じですね、うん、え、一人、あ、そっか、一人が大体ラップって、まあ、なんかこのボスさんっていう人がいて、その人がとても激アツなんですけど、とても激アツなのね。そうです。でなんかその世界観にハマっちゃって、そのなんか言霊ってわかりますか、そのなんか、うん、普通のラップとか歌詞とか聴いてるだけじゃなくて、うん、それを聴いてる中でそのなんか、うん、心から揺さぶられるみたいなのが、もうなんか言語を超えてその言葉の声の質みたいなものに入ってくるものがあって、それがですね、熱いんですよ。熱いんですよ。そう、やっぱそういうのを引き寄せようと してるから、あんまり言語能力の方ではなく、そうですね、なのかな。あ、意味とか韻をなんかどれだけテクニカルにやるかとかではなく、そうそう、なんかそっちを目指していて、まあ、一応自分ではなんかすごい伝えたいこと、喋りたいことがあるんですけれども、うん、なんかこの前自分の動画を見返してみたら、みんなすごいなんか観客とか涙を流してくださったはずなのに、あとで自分の動画を見返すと自分が何を喋ってるか全く聞こえないっていう聞こえない。ただなんかパッションだけが伝わってきて、自分が何を喋ってるかわからないけど観客は泣いていたっていう。よく観客泣かせちゃったんだ。いや、そうなんですよ。すごいすごいじゃん。やばいなって思って。うん、え、教祖じゃん、もう。やばいっすよね。もうなんかやばいっすよね。なんかそういうライブみたいなのをやったりするわけ。そうなんですよ。なんかあのこの前、うん、あの実は TED っていうイベントがありまして、はいはいはい、そのなんか TED っていうとそのなんかアイデアをシェアするみたいな、あの、うん、熊のぬいぐるみの方じゃないんですけど、それの TEDx っていうプレゼンテーション、そうです、プレゼンテーション、そのなんか TED のライセンスを持った団体が、うん、そのなんか東大とか筑波とか札幌とかでもあるんですけど、うん、いろんなところでやるのがあって、うん、それのなんか TEDxU 東京っていう東大のイベントの、うん、あの出場者を決めるコンペティションみたいなところがあって、うんうん、でそこに出させてもらった時になんかライブを初めてさせてもらった。お、それが初だったの？そこでラップをやった。それが初めて、そのもともと僕やってたし聞くのはしたんですけれども、うん、でもなんか人前で発表しようとかも思わなかったし、うん、まあなんかただえよよよよえよみたいな感じで終わってたんですけど、今すごい引き出しがよしかない。そうなんだよ。控えめな。で、初ライブはもう。初ライブ。その時だったんですけど、もう何喋ってるか分かんないけど観客が感動して帰ってったっていう。ちょっと見たい。それ YouTube 上がってない。YouTube 上がってないんですけど、実はなんか来週の日曜日ですね。うん、ちょうど29日。そうですね。うん、その時にその本番というか安田コードっていうその東大のランドマークみたいなところで、その本選があって、茂木健一郎さんとかも出るんですけど、その場所に僕も一緒に出させていただいて、でその時の動画はなんか後日テデクスイートキャット調べていただくと配信されるみたいで、マジで、うん、ぜひとも見たい。それチェックしちゃってイエーみたいな感じですね。なんでちょっと照れ入るいいね、最後俺やるよ。いい、ね、そしたら、チェックしちゃって29日行っても見れるの。
いや行ってもいるんですよ、もう選考が終わっちゃってて。あ、もうそうなんですよ、入場は難しいけれども後で。そうですね、俺実はその運営に2年前ぐらいに携わってたのよ。あ、そうなんですか。ほう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 。なんか俺はむしろその選考の前説をやってくれって、あの漫才やって、漫才やってくれ、はいはい、そうで、あのそれ結構評判良かったので、あなんか当日もなんか手伝ってくんないって言われて、あ漫才できるのかなって、漫才させてもらえなかったんだけど結局。あなんかその舞台監督的な、なんかそん大それたことしてないけど、なんか舞台の演出的なところやってくれみたいなことになって、全然人足りてなくて、なんか結局 やることになってみたいなことで、今回もちょっとだけお手伝いしに行く感じになったから。あ、そうなんですね、うん、チラリとは見れそうなんだけど。何時頃なの、ちなみに。僕が喋るのは15時ぐらいですね。あ、そうなんだ。そうです。お、これあれじゃない、これちょうどこれスピーカー、うん、ていうか梶谷先生も出るんだね。そうですね、うん、梶谷先生と。この人誰だっけ、有名人が出るはずだよね。義足作るデザイナーさん、山中慶応から山中先生か、うん、すごい、みんなすごい賢そうな、すごいいろんな素晴らしいことされてそうな、もうこの女の子とかめっちゃ可愛いですね、うん、めっちゃ可愛いね。めっちゃ声が綺麗な、なんかアーティストだって聞いたの、その人ね、なるほどね。その中にも、ね、その中になんか一人、ね、下の方の下の方のそっちの方に一人バカ面がいるっていう。あー、細そうな顔してるないいね。あれあれ消えた、消えた、あれ抹消されたから。なんで、なんで。俺これ多分あれじゃないですか、下の方をスクロールするといろいろ出てくるやつじゃないですか。ああ、そう、なるほど、こうやってね選択したわけね、今ね。なるほど、下をこうやってね、そういう感じなんですね、出てるね。いやー、なるほどね、なるほどなるほど。ラップをいいね、いや合わないですかね。あら、ラップそんなコミュニティメーカーって言うけど、コミュニティはメイクしてんの、ね、ちなみにメイク中っすね。メイク中なんだ。メイク中っすね。いいね、ちょっとそっちについても聞こっか、うん、だってコミュニティメーカーって言ったらさ、やっぱ場作りみたいな話もかかってくるじゃない。うんうんうん、うん、そうですね、そうですね。なんかワークショップやってるし、俺もなんかそういったことをやってるけど、うんうん、高校生向けにね。あ、はいはいはい。どういうことなんですか、コミュニティメーカーってのは。なんかもともとそのやっぱり中高でもそう、中高はすごい、うん、なんか勉強をしっかりして、うん、いい大学に行こう、まあ、医学部東大に行こうみたいなのがすごい、うんうん、なんか全ての価値基準の根底にあるみたいなところで、うんうん、でもなんか成績を基準としてちょっとヒエラルキーが一部決まるところもあって、うんうん、なんかすげえ気持ち悪いなって思ってて、うんうん、ではなんかその相入れなくて、うん、そのちょっと学校放課後とか、まあ、部活とかサボるようになって、うん、まあ、その札幌のたぬき工事っていういい感じの商店街だったんですけど、なんかそこでなんかやっぱ通じるものがあるんだね。いや、たぬき工事からもう今5分ぐらいのところに実家あるから。あ、そう、うん、レペゼンしちゃってる感じですね。えレペゼンしちゃってる感じ。レペゼンしちゃってる。何レペゼンって。レペゼン、レペゼンで代表するみたいな。なんかさ、レプレゼンチ、そう、レプレゼンな感じです。次行こう。はい、次行きましょう。うん、はい、でもなんかしていて、はい、でもなんか大学入ってからも、うん、そのちょっと似たようなところがあったんですよね。そのなんかいい点数を取っていい学科にいて、うん、大企業入ってウェイウェイみたいなのありますよね。なんか東大のその結構マザファッカーなところなんですけど。なんかそれまた気持ち悪いなって思って、禁止用を入れてきて、何の話してたんでしたっけ。あ、コミュニティの話。そうそうそう、そうで、なんかしかもなんか東大生の特徴ってすごいなんか自分のコミュニティがあまり見えてないくせに、なんかその外のものをすごい排除しようとする傾向があって、自分のその胃の中のガーズのところですごいなんか俺たちもパイエーイみたいな感じになりながら、その他のものに対する理解が著しく低いみたいな、うん、マジで。そう、なんかあるんですよ、特徴として、なんかそれが嫌で、でやっぱり僕その東大のコミュニティはどちらかというとラップとかストリートとか、うん、あとなんて言うんだろうな、あ、僕結構クラブが好きなんですけど、そのクラブで働いたこともあって、うん、なんかそういうとこにいるような人たちがすごい好きで、うん、ディープメラクソだし、そうで、でなんかもう自分が居やすいところにつなげちゃおうかなって思って、うん、でもなんかそのストリートっていうところとその東大をのコミュニティの壁をぶっ壊してもうえーってつなげちゃえば、ちょっとなんかもうちょっと東大も面白くなるし、もうなんかその東大生が面白いやつらと絡んでってそのまま社会に出てったら、もうなんか日本社会上プチョ偏差じゃねえみたいな雰囲気で、今コミュニティメーカーとかいうちょっとなんか仰々しい名前をつけてやってますね。なるほどね、急
急に入れてくるかな。そうだ、ストリートとその排除しがちな東大生がプチャヘンズだ。ストリートとエリートをつなぐみたいな。ああ、いい分だね。あ、そうっすね。そういう感じです。いいね。いや不思議な間合いで入ってくるじゃん、プチハンズアップが。いや、いいんじゃない、うん、いや、いいよ。めっちゃくだってる。面白くなっちゃうんだよな、どうしてもこれ。そうね。そうか、いやもう基本的にはラップを普段ラップとかそういうストリートとどうだよと。そうですね。なんかラップ、なんか突然コミュニティをつなぐっていうのもめちゃくちゃ難しいじゃないですか、うん、だからなんか最初どうしようかって思った時に、そのラップとか今フリースタイルダンジョンとかすごい流行ってますし、うん、ラップとか、まあ、あとダンスだったりとか、うん、あとまあグラフィティっていうその落書きだったりとか、うん、そういうなんかアート的なカルチャーって言われるものを使ってつないでいったら、うん、まあ障壁が低いからそこから入れていけるなって思って、うんうん、手始めに、うん、そうですね、確かに今ねフリースタイルダンジョン、あの制度者のユリイカの最新号の特集ラップだから。本当ですか？知ってる？あの現代思想とか出してる、そこのラップを特集してる。なんかラップ特集してる。買いに行こう今日。そう、びっくりした。でもなんかね、流れがあるよね、なんか、うん、なんかラップは、うん、そうですね、うん、なんか文化として一つ何かあればなって、うんうん、なるほどね。いや、なんかさ、思いを伝える方法ってたくさんあると思うんだよね、うん、その歌にするとかさ、なんでもいいけどさ、そこの中でラップっていうのはさ、なんか他とどう違うのかね。そうですね、どういうこう特徴みたいなのとかあるのかね。まあ、なんか一つやっぱりあるのは言葉だから、うんうん、その例えば他の、あ、例えば絵で伝えたりとか、うん、まあ、ダンスで伝えたりとか、うん、あとまあメディアで伝えたりするよりも言葉そのものだから、まあ、一つ、うん、伝えやすいっていうのはあるでしょうし、うん、あとまあラップっていうのは何だろう、もともとその面白い要素があって、うん、ラップバトルっていうのがまあ結構みんな知ってるものってラップバトルと思うんですけど、お互いをそのディスっていう、まあ非難っていうかし合う中で、そのお互いのことを知ろうみたいな、そのまあ言葉のボクシング的なところがあって、そういう何だろう、ツールとしてそのラップはすごい使いやすい。そのお互いを知ったり何か伝えたいことをなんか文字にして、その紙に書いたり、なんか難しく言うより音楽に乗せてちょっと楽しい要素を加えながら話すっていうのはすごい簡単だし、遊び心もあるし、うん、あれをお互いを知るためのスポーツみたいな風なんだ。そんな捉え方をしたことなかったな。なんか結構みんな表面的にな人とかは、そのまあなんか相手をディスり合う、そのディスってもうマジでお前嫌いなんだよみたいな風に思うんですけど、なんか実はそうじゃなくて、うん、その戦う中でなんかお互いのことを知り合ったりとか、そのあこういうとこもあるんだみたいなのがおったりとかがあって、うん、でだからなんか僕が一番最初につなごうと思ったきっかけが、うん、駒場祭っていうその、うん、東大で駒場キャンパスで、うん、はいはい、いつも11月ぐらいに学校祭があるんですけれども、うん、そこで、うん、もう東大ディスラップバトルをやろうみたいな思ったんですよ、うん、なんでかっていうと東大生ってすごいなんか陰湿なところがあって、そのなんか目立ってる人とか、うん、あとなんだろうな、なんかちょっとやらかしちゃった人とかを、うん、もうツイッターで超叩いてたんですよ。ひたすら、ひたすら、うん、なんかツイッターのあの盛り具合ってやっぱり東大にちょっと追随許さないと半端ないですよ、もう東大生が、うん、本当あんま面白くないね、うん、なんかいや多分なんか表だって言うとすごい峠が立つとかもいろいろあるんでしょうし、うん、まあテレビとか出ちゃうとすぐ東大生は炎上しちゃうんで、うん、なんか中間層は中間層再生産するとか言ったら、ね、言っちゃうやつがいるわけですよ。まあ、でも彼は僕の親友で、まあ、あいつが言ってることは多分正しいと思うんですけど、ニューミートのライダーなんですよ。 そのうち呼んでくるよ。まあなんか、うん、でもツイッターでそのこそこそ隠れてるの超クソだすいじゃないですか、うんうん、もうマジでダサさの極み乙女みたいな感じだなって思って、うん、じゃあなんかどうしようかと思ったら、もうステージ上で堂々とディスり合えばいいじゃんって思って、うんうん、なんか当然堂々とディスり合っちゃったらもうなんかなんかウェイよってなっちゃうから、うん、じゃあラップバトルでやろうかって思って、うんうん、でその川崎の工業地帯のラッパーたちと東大生ラッパーをもうぶつかす、うん、やべえな、川崎工業地帯やべえな、ガチそうだな、マジでなんか対局にいそうじゃないですか、うん、だからもうそれをつなげちゃえば、で僕も川崎 の, そのラッパーめっちゃ好きなんで、もうなんかいいんじゃねみたいな、
うん、なんかお前らいつもなんかエフランとか底辺とか言ってるやつらお前ぜ、うん、の方が面白いもの持ってんだぞみたいなのを、うん、ちょっとなんかちょっと東大生中指を立てながらちょっとやってみようかなって思って、うん、ステージを取ってもう当日前何やるか何にも駒場さん委員会に言わないでやったんですよ、うん、やったんだやったんだ、うん、めっちゃ反響がやばくて、おう、まあ、なんかあラップウェイよとか言ってなんか俺が一番とか言ってるだけだと思ったらあなんか自分の生き様とかめっちゃ込めてくんだなみたいな、おしかもなんか東大生なんかめっちゃ国語とかできて頭良さそうに見えるけど全然なんか川崎のラッパーの方が言葉の使い方もうまいし、うん、ウィットも効いてるし、うん、全然やべえじゃんみたいななって部長変ザーな感じだったんですよ。それは上がるね。上がりますよね、うん、そう。いやそれ見たかった。すごいね。今度動画見せます。ああ見たい見たい見たい。どうコンスタントに滑ってくるのかな。いいな。いやすごいな。隣でどうしても受けちゃうんだよな。本筋と関係ないところでそうか。じゃあ、うん、そうかもうじゃあ今はもうラップで。そうですね。まあラップはツールの一つなんで、うん、そういうことを使いながら、うん、まあ最終的にはその要するに日本をもっとフラットにするというか、うん、そのコミュニティとか、うん、まあ無意識のうちに階級社会じゃないって言われながら、うん、無意識のうちになんか人が決めちゃってるようなその大企業だったりとかの階級のところをもう一回全部ぶっ壊して、うん、まあなんか好きな音楽とか、うん、いいお酒飲んでなんか、うん、もう固く見合いながらもうストリートのやつらでも東大のやつらでもどこのやつらでも話し合える、うん、話し合って、うん、マジでってなっちゃってるような空間を作りたいな、うん、コミュニティというかそういう場を作りたいなって思って、うん、でもってなってるのはちょっとなんか異質な異質なイメージがあるけどね封鎖されたとりあえずしかできないイメージ。合法的な飛び方、合法的な飛び方を心得ていいね。だから根底にはそういう思想があってそれを今ラップでやってるってい う, っていう感じだよね、うん、なるほど ね, いや面白いね。ちょっとなるほどね。え兄弟はいる？兄弟いないです。あ一人っ子一人っ子です。あそうそうそう、なるほどね。今一浪一流の2年生。そ そうですね。あなんか1年、まあ、しくってでまた大学帰ってからちょっと大学行かなくなってまあ、だから留年しちゃって、うん、で今2回目の2年生やってます。あ、そうだ、ね、そういうところからも思うところあってっていう感じだよね。さっきの文脈はそうですね。あんま馴染めなくてみたいな、うんうん、なるほどね。なるほどね。いいね。なんかあれ彼女は今いんの？彼女今一応います。え、どれぐらいなの？いやでも最近の彼女は最近なんですよね。ああそうね、はい、最近そうですね。この前1ヶ月ぐらいなんで超最近なんですけど、うんまあ、よくこのアホを構ってくれてるなと、うん、超感謝しまくる。多分もしかしたら今日ワンチャン番組見てくれてるかもみたいな感じなんで、ウェイヨーって感じです。いいね。ウェイヨーウェイヨーえちなみにさ彼女にウェイヨーってやると彼女側はこうどう返してくるわけ？あもうなんか最近は慣れたみたいで、うん、ああ彼女は別にラッパーの人とかではない。なんか普通の今4年生の子で来年から IT コンサルに入るとかなんかガチガチの頭良さそうな人です。ああマジかみたいな、うんおうん、でも面白いですよね。いやでも年上だと思った彼女は。ああそうね、うん、俺、うん、それはそうかもしれないな、うんうん、確かにお姉さん的な懐の広さがないとちょっとそうね、厳しいのかもしれないですね、うん、確かにね。で VO も結構軽く流してこれる、軽く流してくれるなってきたと、うん、いやもう相手にしてくれてないだけかもしれないですけどねいやいいね、うん、なるほどね。ちなみにその IT コンサルに行く彼女を持ちつつ自分はこう将来的にどうみたいなことは今なんか考えてますか？将来ですか、うん、なんかプチャ偏差できてればいいなっていう思いだけですね。ちょっとごめん先にさプチャ偏差ってさ、いうのはどういう感情なわけ？手上げてる状態？いやプチャ偏差は概念なんですよ。そのプチャ偏差は概念であってそのなんかすごいいい感じのなんかドープだったりこれすごい
クールだねみたいな感じと同じように不調偏座はすごいみんなで楽しくなんかピースな感じで、あ、もうラブ&ピースみたいな感じですね。それが僕の不調偏座。君の、ね、僕だけの不調偏座。あ、お前だけのね。そう、僕だけの言語じゃないね、それね。概念なんだね。不調偏座はあの概念セットなんだね。不調偏座で一つの。そのなんか僕がもともと言語能力が低いんで、うん、なんかよくうまく言えないのを全部不調偏座にしちゃうか、ウェイヨーにしちゃうか。うん、そうだね。さっきから結構出てきてるよね、それらは。なるほどね。そうですね。すごいな。なんか、なるほどね。そっか。え、今は一人暮らしをしてるんだ、じゃあ。一人暮らしです。普段どんな生活してんの？普段ですか？何時ぐらい大学は行ってんだよね。大学は今年はさすがに行かないとやばいなっていうことを、うん、その最近あれなんですよ、あの教務課の方がすごい僕となんかトイレとかで隣り合うたびに、ちょ鎌田くん最近単位取ってるとか、なんかめっちゃフランクに話しかけてくるようになって、そろそろちょっと進級した方がいいかなって思う、ね、そんな関係あるそんな風になるの、すごい、なんかすごいフレンドリーな感じ。教務課の方とトイレ隣になることっていつあるの、なんかそのアドミに行ったの、そのアドミレーション、アドミレーションと、アドミニストレーションとっていうのがあって、なんかそこに職員の方々がいらっしゃるんですけど、そこのトイレで会います。気にしてくれてるんだ、名前覚えてくれて、コンパサイで期間がちょっと、何時ぐらいに起きるんですか？そうですね、11時とかですかね。あ、やっぱりまあそれぐらいなのかな。10時11時、うん、に起きて、起きて、うん、まあなんか30分ぐらいで大学行って、ウェイヨーって、ウェイヨーしちゃったウェイヨーしちゃった、ウェイヨー、結局ウェイヨーですよ。はあ、いやー、いいね、いい、いいね。うーん、なんかいいね。なんだろうな、あ、なんかそのいいねで終わらせちゃう感じと、プチョヘンザな感じかな、じゃないですか。あ、一緒、うん、そうね、結構結構プチョヘンザしてるわ、うん、この番組内でこの人は、うん、あ、プチョヘンザ適当だからさ拾うの全部俺なのにっていうさ。なるほどね。そうか、なんか、うん、いや、なんか今まででなんか一番恥ずかしかった経験ってどんな感じ？恥ずかしかったことですか？うん、ああ、いや、もう恥ずかしいことしかないんですけど、うん、一番なんか恥ずかしかったのは、そう、なんか、あ、そうです。現役の時にその東大受けに行って、うん、まあ、なんか僕は絶対に受かると思ってて、うん、もうなんか入ったら。なんか何しようかなみたいな、すごいめっちゃ妄想膨らみつつ、もうなんかみんなにも、うえ、ああもうよろしくなみたいな感じで、ウェイヨー出始めて、お前らも受かるよみたいな、まあよろしくねみたいな、まあまあ受かるしょとか思いって、掲示板を見に行って、まあなんかこの後ちょっとアメフト部に胴上げしてもらおうかなとか思ってたら、なんか普通に番号がなかったっていう時が一番自分の中で恥ずかしかったこと。恥ずかしいって感情なんだね、それね。いや、ちょっとなんか調子乗りすぎて、あんな調子乗ったのにフル関連だねびっくりっていう、それとかですかね。なるほどね。でも逆にそんな、なんで調子乗れたの？いや、あのさ、東大受かるのって大体みんな難しくない？そうなんですけど、うん、なんかもう逆にその時はもうなんか僕は主人公的な考えがあって、もうなんかまあ失敗することなんてないっしょみたいな雰囲気がすごいなんか自分の中で蔓延していて、いつの間にかなんかあれあるじゃないですか、そのなんか第3話の真ん中ぐらいでいつの間にか倒されちゃってるキャラになってて、ああねみたいな、ああね、あ、俺こっちサイドねみたいな、こっちサイドだったら誰ベジータとか誰みたいな雰囲気でしたね。はあ、あ、まあ、ああ、そうですね。なるほど、なるほど。なんかやっぱりこう高校時代はこう神童扱いというか、いや、どういうキャラクターだったわけ？別に全然そういうこともなく、お、
まあ、なんかその中学の時めっちゃ頭悪かったというか、まあ、あんまりあれだったんですけど、うん、まあ、なんか高校中高行かなかったんですけど、うん、まあ、なんかそこそこ成績上がって、うん、まあ、なんか中堅から上ぐらいにはいたみたいな感じだったんですけど、うん、部活とかやってたの？部活とか。部活サッカーやってましたね。おお、うん、そう、サッカーやばかったですよ。もう高校最後の試合の負けたんですけど、その北海道1位と当たったんですよ。ほうん、何対何歩で負けたと思いますか？これすごいですよ。ピタリ賞だったらもう、そう、高校だよね。高校生のサッカーの最後の試合、最後の試合。それはトーナメントの最後とかってことじゃなくて、いや、もう初戦ですね。初戦ってことで、ね、初戦で当たってるんで、うん、初戦1位と、はい、分かった。そんな自信満々に来る。13対0。甘いっすね。甘い、甘いの、甘いっすね。甘いんだ。甘いの。もうワンチャンスっすね。もうワンチャンス。ちょっと待って、どうっすか？20-0とか。あ、ニアピンっすね。ニアピンなんだ、これで。23対0です。あー、もうワンチャンスなんだ、確かにね。23対0ってある？いや、なんかすごいなって思って。え、トータル 何分だって、高校の時って。90とか60分とか、まあ、なんか70ぐらいでしたね。35ぐらい、うん、そうで20分だから3分に1点ぐらい。そうですね。3分に1点分速で、うん、なんか僕その時あのゴールキーパーだったんですけどゴールキーパーで、まずですね、うん、まず味方がまるで置いてある赤いコーンのように抜かれているっていう、もうなんか1対1の状況がもうなんかデジャビューが起こりすぎる感じ。またかよみたいな。またかよみたいな。か23回少なくとも23回以上起こってるから、もうなんかすげえなと思って途中からあーねって思いながら出た2回目のあーね入りましたね。もうなんかもうなんか前半15分ぐらいで、ああすげえなーみたいな。もうなんか自分トリップしてて、もうなんかここにいるのはなんか自分という一つのただの概念なんだろうなって思って。もはや。もはやもう客観的にこういう、あ、こういう漫画あるよみたいな。なるほど。これあのすごい点数入るゲームみたいな。サッカーじゃなくてね。もうなんか悲しい感じで引退しました。はい、いや、そのキーパーだったっていうのがまたすごいよね。そう、ポジションね。なかなかいないからね、23点取られるキーパーは。もうだから本当に、うん、あ、これが一番恥ずかしいかもしれないですね。ああ、思い出してこれだってなっちゃったね。なるほどね。最後にね、失点数の伸びがすごいね。そうですね。そんな高校生でした。悲しい記憶で塗りたくられちゃったね。悲しいですね。ちょっとね、実は時間的にはそろそろ我々シンキングタイムに入らなきゃ。全然つかめねえよ、こいつ俺。あれ、専攻は建築の方で。一応、まあ、今年の夏から木材建築に行く予定です。 あ、もうすぐ夏か。多分そうですね。やっぱ木材建築が良かった。なんかやっぱりなんか最近思ったのは、なんか元々都市をやりたくて、そのコミュニティとかのことも関係して、その、うん、まあ、一つのスペースみたいなのをすごいデザインしたいなっていう思いがあったんですけど、いかんせんちょっと大学に行かなすぎて点数がなくて、うん、そのまあ、東大はその東大に入った後にのその点数で行く学科が決まるんですけど、うんうん、まあ、だからなんかすごい底が割れていて誰でも入れそうな雰囲気を醸し出している木材建築に行こうかなっていう。誰でも入れそうな雰囲気醸し出してんの？でも実際なんか誰でも入りますね、多分。いや、わかんないけど、俺そこら辺の点数はさ。そう、木材とか、 なんか楽しそうだけどね、すごい。だってこうカンナとかやってる。いや、これから来ると思うんですよ。やばいね。これから絶対来ますよ。うん。いや、絶対来るでしょ。うん、だって今すごいよ、あの地方でこう、うん、建築技術学ぶスクールとか、すごい流行ってる。そうですね。なんか将来自分の家とか建てちゃったら。わぁ。って思って言えよなんでサイレントで口半ざくしたの。 いいね。わかんねえな。はいはい、じゃあちょっと僕らのシンキングタイムに入るんで、うん、あの今からですね、僕ら考えている間、うん、あの好きなように番宣でも、うん、なんか自分の宣伝に使ってください。なんか映したいサイトとかある？出してもいいしさ。番宣ですか？うんうん、なんかおすすめのラップ動画とかでもいいよ。あ、動画まだ上げてないんですけど、うん、ホームページとかあればそっち。ホームページもまだないんですよ。あ、でもなんか僕のツイッターをフォローしていただけると大体何が起こるか
ちょっと待って、なんて調べればいい？アットマーク、ヨッシー41なんですけど、ヨッシー YOSSI41 ですね。ちょっと俺もフォローしとこう。これですね、これですね。普段ヨッシー to the future っていう、まあ、MC ネームというか、うん、名前でやらせていただいて、ヨッシー to the future なんで ね、 ね、うん、ちょっとあれこれ、あ、これ借りていい？あ、これある？あのね、ない。あれ、ちょっといいよ、じゃあ次やろ。俺振ってくる系だから、俺も、うん、多分、うん、いやちょっとなんか紹介してください。なんか渋谷でラブホープロジェクトやってんの？あ、そうなんですよ。あの最近あのそのなんかラップをやったりして、そのコミュニティをつなぐって言ったじゃないですか、うんうん、でその途中でもなんかそれってもはや東大生だけじゃないよなって思って、うん、なんか例えば社会の引っ張ってるなんかワイヤードとか読んでそうなイノベーションとかすごい言ってる人たちも、もうなんか事実は同じじゃないかって思って、そのなんかすごい効率とか求めて文化的なものを切り捨てながら、もうなんかいつの間にかいろんなものを見失ってるの思って、なんかもうはや東大とか関係なくいろんなくくりのやつらと、もうストリートとかそういういろんなやつらをもう固めちゃえばいいなって思って、うん、その時に思ったのがラブホだったんですよね。ラブホというかその新鮮地区っていうその駒場とか、そう、新鮮駅、駒場とか渋谷の近くにあるそのスペースがあって、で3回ぐらいラブホ行ったことある。本当ですか、うん、僕もなんかあそこら辺のラブホめっちゃ好きなんですけど、なんかそこの地区ってまあ、僕がクラブで働いた時もそうなんですけど、まあ、その東大生だったり渋谷のベンチャーの社長とかも普通に来るし、うん、けど、まあ、本当にアングラのなんかヒップホップで飯食ってるみたいなやつらも来るみたいな、うん、もうなんかいろんな人がごちゃごちゃになるエリアで、うん、でもなんかそこで何かしたいなって思って、うん、でもなんかやっぱラブホってちょっと行きづらいじゃないですか。行きづらいというか、ラブホがいっぱいあるとなんかもう堂々と深圳に行くって言いづらくて、うん、辛いよね。じゃあなんかもはやあれじゃねみたいな、もうなんかラブホ1個リノベーションして、そこをなんかゲストハウスとかコミュニティスペースみたいなのにしたら絶対面白いよなって思って、防音設備もバッチリだしね。そうそうそう、防音もバッチリだし、でもなんか、まあ、根底に僕がラブホが好きだっていうのがあるんですけど、まあ、それとメイクラブ的な、まあ、なんかでも急な告白、うん、でもなんか初めてクラブで会った人とその心の交流を交わし合う空間っていうのはすごい、まあ、ある意味あのとてもコミュニティメイキングな感じじゃないですか、うん、いいなって思って、で、まあ、じゃあラブホでイベントをなんかそれを改装しようと思ったんですけど、金がなさすぎて、じゃあ何やろうかって思った時に、じゃあまずそこであの音楽イベントをやろうと思ったんですよね、うんうん、でなんかそうラブホ1日貸し切って、うん、まあ、なんか1つのフロアもヒップホップみたいなで、1つハウスで1つロックみたいな感じにして、うん、まあ、ベッドよけてもうええよみたいな感じで、まあ、いい音楽、ドープな音楽に浸りながら、いい美味しい酒飲んで、まあ、語り合えるようないい感じのイベントを作っちゃおうと思って、いい、ね、今それをやってるのが渋谷ラブプロジェクト。もう何回もやってんのそれは？そうですね、あ、今初めてで今企画していて、まあ、7月か8月ぐらいに打てればなと思って今。いいね。え、それはもうじゃあこのヨッシー・トゥ・ザ・フューチャーをフォローしとけば大体新しい情報が入ってきたら入ってきます。いいっす、いいね、そうっすね。ちなみにヘルム君、僕もうかけたから、うん、急いでくる？そうだな、うん、ちょっと難しいな。今彼女からスナチャが来てですね、うん、ウェイヨーしか言ってねえなみたいなちょっと厳しい指摘が入った。厳しい指摘が入った。なので、あの、うん、正しいんだよ。ちょっともっと言ってやってくれません？改善してまいります。もっと言ってやってください。あと、そうか。なんかあのこの前さ、はい、5月祭でね、あの路上であの漫才をやってたり、マジックやってたりしてるところに急にこうお客さんとしてヨッシーが来てさ、うん、でヨッシー急にこうこっち側に来て、で。あのラップを仕掛けてきてですね、うん、で帰ってったという。そうこいつやっぱやべえんだなと思って、うん、いやでもあの俺らもちょっと間が持たなかったから、あのお客さんはいる状態でもうなんか、うん、
旦そのマジックも終わっちゃったし、次どうつなごうかなと思ってる時に来てくれたから、でただの客が急にラップしだすっていう状況面白かったし、うんうんうん、なんか すごいのついてたじゃん腕に。なんかあ、ヘナタトゥーをしてたんですよ。あのヘナタトゥーって知ってます？あ、うん、あのなんかここに、うん、なんか草の汁みたいなのを植えようってやって、うんうん、1週間ぐらい持つやつ、ね、持つみたいな、うん、もう消えちゃったんですけど、それをいじったら、いやーこれ変な風にこけちゃってつって、こけてそんななるかみたいなボケを一通りやってっていうようななるほどねっていう、まあ、でもそれにいつも合わせてくれる杉山さんの偉大さってありますか？ありがとうございます。いや助かった、本当にいいつなぎだったから、あの後すごい盛り上がってなんかあの後すごかったですね。そうそうそう、あのいや俺もそういう意味でのストリートすごい大好きで、うん、その即興とか路上みたいな、で、あの場もさ、なんか老害みたいなやつらがあの、まあ、マジックも5年生だけどやりたいからあそこで一人でやってるみたいな、うん、で客よ寄せてはやってみたいな、でかわいそうな感じなんですね。いや全然かわいそうじゃなくて、それがうまいんだよ、うまいし面白いから、で俺も隣に行ってちょっとなんか茶化したり、うん、で時々俺もなんか相方連れてって漫才したり、はいはいはい、であの後通りかかったのが同じくこう一緒にちょっとあのコラボとかやってたあのトロンボーン吹けるしジャグリングできるみたいなのがいて、トロンボーンやばいっしょ、トロンボーン、まあジャグリングは 同時、まあ、同時ではないけどまた別々だけど、なんかあのクリスタルの玉をこう、はいはいはい、それが一人でに動いてるから、ね、あれすごいですよね。そうそう、できる。どうやってやってるんですか？え、もう普通に何もついてないんですよ、何の種の資格もない。いやジャグリングって嘘つかないから、別になんかそう見えるようにしてるだけで、種とかはなくて、そう普通にめちゃくちゃかっこよくないですか？めちゃくちゃかっこいい、ストリートじゃないですか、うん、でそれでやっぱりああいうのって、あの声が届かなくても見えるじゃん、はいはい、で明らかにすごいって分かるから、うん、どんどん客が集まるんだよね、はいはいはい、でその後漫才もさせてもらってみたいな、うん、すごいね、楽しかったんだよね、いい空間ですね、うん、かけた、もうちょっと今日は分かんない、分かんないか、今日は分かんないからもう行っちゃう、とりあえず、うん、ちょっと今日は難しい、ちょっと今日は、うん、今日は負けるかもしれない、うん、はい、うん、はい、行きます。じゃあ、うん、もうこれ俺からいこうか、はい、うん、ででん、考えれないから感じよう、ゆるめ受信券ラッパ ー、 おーよし、あーいいっすね、ああだす、いいっすね、なんでやっぱこう、うん、このゆるっとした感じとさっきね、うん、そのどっちかというと受信しちゃうんだと、うん、普通ラップってこうバンバン中から出してくっていう、うん、まあでもやっぱり即興って俺もそういうのは感じて勝手になっちゃうみたいな、はい、その場の、うん、場がそうさせるみたいなものだと思うから、やっぱり受信してそれが人を動かすんだ、それすごいことだよね。なんか電波系みたいな感じなんですか、うん、まあ、なんかやばいのを受信しちゃってる感じするじゃん常に、うん、ひでえな、いやいやいや、それは、うん、まあ、まあ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 、まあ、否定しないです、うん、やべえなっていう部分と、うん、面白くないっていうそういう褒め言葉部分もありつつ、はい、うん、なんかだって東大生なのにこんなになんか自分バカなんでみたいなのってなかなかないじゃん、うん、確かに、ね、も実際もう感じる方に曲振りしてる東大生っていないからさ、うん、それはなんかちょっと珍しいから、ね、珍しいよ相当、うん、東大生態からするとこんな感じで、はい、なるほどね、はい、じゃあこれは期待ですね、はい、いやちょっと今回は本当にちょっとしくったと思います、はい、いやまあ、はい、本当、うん、どうぞ。カメレオン？カメルーンライブスなんですけど、またそういう系だぞ、うん、これ難しいぞ、これ理由は非常に単純で、はい、今日全然来なく出てこなくて出てこなかった、ね、ただ出てきた言葉1個だけあって、うん、それがカメルーンだったっていう。カメルーン？カメルーンってあの国のカメルーン、うん、そう、あんま関係なかった。カメルーン、いやなんかすごい僕の中ではあの何年かかなり前のカメルーン対日本のサッカーの試合をすごい思い浮かべたんですけどなんでカメルーンが出たの？いや今日ほんと出てこなくて、そうだから前回マタンテが出てきたじゃん、マタンテ全く、だからそういう感じで出てきたのが今日もカメルーンだったんだよね。カメルーンから逃れられなかったんだ、もうでちょっと、うんうん、ちょっと今日はちょっと疲れてるから、はいはい、これあのライブスにしたのは複数形にしたのは意味はあるんですか？なんだろうね、なんかやっぱ降ってきた感じですか？今日はライブスって感じだったんだよね。あ
だからカメルーンがなんかね引っかかってたらいけるかなって思って今日はちょっと、いやでもまあカメルーンいいんじゃないですか。ちょっと待って、じゃあ待って、まあでも判定してもらうのちゃんとね、そう、ちゃんと思考が神聖な、はい、お願いします。じゃあドラムロール鳴らしますか。はい、じゃあドゥルルジャン。あーよかった、あぶねえ、あぶねえ。いや俺ね今日ね正直こいつ絶対俺にあげねえと思ったのね。ああマジ、なんか そんなに嫌ってません。嫌いじゃない、嫌いじゃないと思うけど、このゆるっとした感じが多分なんか共鳴しちゃう可能性あるなと思って。いや雑になんか書いて、おそれでもいいよみたいな感じに なる可能性あるなと思ったんだけど、なんとか死守しました。いやよかった、いやよかったよかった、真面目にやってれば勝てるんすよ。やっぱでも俺カメルーンも今いいなって思ってあツイッターのバイオカメルーンライフにしようかわかんない、わかんないってわかんないってそう、いやちょっと今日難しかったな俺。なカメレオンだったらなんかまたいい感じだったんですけどね。ああ、なんか七変化しちゃうよみたいな。あとキャメロン、キャメロンディアスとかだったらもっといい感じだった。いや今変えてもダメだからダメだから、ダメだった。はい、いやまあじゃあ、はい、まあまあ今日はさすがに僕の勝ちと、杉谷のね、はい、のあ、もう消しちゃった、受信系、はい、考えるより感じろ、ゆるめ受信系ラッパーヨッシーですね。はい、はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、それではちょっと長めになりましたが、はい、2つ目のコーナー行きましょうか。ちょっとそうだね、朝読みニュースをやって、はい、行きましょう。次のコーナー行きましょう。こちらですね、はい、朝読みニュース、朝読みニュース、イエーイ。これ新聞がですね、はい、今あのですね、はい、朝読みニュースはですね、はい、あの今日の、うん、朝刊ですね、はい、本日の朝刊を、うん、まあ浅く読んで、浅くでいいんで、なんか言うっていう、はい、なんか言うんですよ、なんか言うんですね、なんか言うぐらいのゆるさで、はい、はい、ありますか今日、今日の記事は、今日の記事はいろいろありますね。今日はでもどれだったかな、食べたい羊羹黒ダイヤとかありますね。わかんないわかんない、これ何おった、おあ、これじゃないですか。はい、よし、よし、じゃあ記事を、じゃあ、僕は今日このこかな、女性タレント刺され渋滞、はい、あ、写真載ってる、かわいい、富田真由さん、富田真由さんですね、ライブ前、二十数箇所、うん、刺されてんの、やばいっすね、やばい、やばい、発表、職業、住所、職業不詳、自称岩崎智弘容疑者27歳が刺したと、うん、21日午前、午後5時、21日午後、自称昨日の夕方、うん、小金井市、武蔵小金井かな、うん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 、向かい武蔵小金井駅、そうですね、刺したと、刃物の20数箇所、生きてんだ、すごいですね、逆に死亡とは書いてないね、そう、渋滞ってね、なるほど、ファンの岩崎容疑者を名指ししてブログやツイッターに必要な書き込みをしていると相談していたんだ、富田さんが、うん、あ、警視庁に相談してたんだね、うん、はあ、いやー、なるほど、これをなんか紹介しようと思ったのは、うん、なるほど、なんか、いやなんか最近思ったのは、うん、やっぱりアイドルって、うん、まあ一つのアングラじゃないですか、うん、でその中でやっぱりなんか音楽業界とかの中でアイドルとファンの距離が近いっていう、うん、まあ、その秋元康以降のその、うん、まあ、なんだろう、会いに行けるアイドルですね、そうですね、もともとその、まあ、日本の中では何かその神格化するっていう、うん、その一つの像を神格化して、うん、もう進めていくみたいなのがあったんですけど、うん、なんか例えば今だったら多分 Perfume さんとかその系譜を受け継いでると思うんですけど、まあ、なんかそれがその秋元康こう会いに行けるアイドルっていうのが出てきて、それ以降そのファンとの距離が近くなったっていうのはやっぱり、うん、そのアイドルだけじゃなくてそのいろんな、例えばまあ音楽業界とかでもなってきたなと思って、例えばまあ VK だったりとか、あと普通にロックとかヒップホップでもまあすごいツイッターとかが発達して簡単にそのリプを送ったり DM を送ってやり取りができるようになったみたいなのがあって、でもなんかでもその結果
まあちょっと勘違いしちゃった、うん、人が出てきて、そう、ね、っていうところがやっぱ気になったのと、なるほどね、ほう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 、さあすごいね、すごいですよね、ちょっとすごいね、なるほど、なんだろうね、この疲れすぎてっていうさ、愛のその行き過ぎるとこうなるっていうのは怖いよね、ファンだったのかな、ファンだったって書いてあるね、だからすごいこうアプローチかけたけどダメで、まあ逆恨みというか、必要な書き込みをされているってな、どんな書き込みをされてたんだろう ね、なんかすごいさっきネットので見たんで軽く見たんですけど、なんかそしたらそのなんか腕時計とか送ったりとか最初してたんですけど、なんか送り返されてきたりとか、まあなんかそのまあなんかいろいろそのリプ返したんだけどそれは返ってこなかったりとか、まあなんか自分だけをすごいやっぱファンとして見てほしかったんで、こんだけ尽くしたんだけど、やっぱなんかアイドルはみんなのものだからみたいな感じで、あれなのなんだろうね、うん、愛し方をちょっと間違えちゃったのかね、いろんな愛し方が多分あると思うんですよ、でまあなんかそのワンオンワンというかその1対1の総合方向性があって、しかもなんか相手一人しか決めないみたいなのって難しいですよね、えいやでもなんか急にね難しい、その例えばアイドルだったりそういうなんかみんなに向けてっていうのをなんか独り占めしたいって多分例えば小学校の時だったら学校の先生とか独り占めにしたいとかあったと思うんですけど、でもなんか一番怖いのはそれがその手に入れないなら壊しちゃおうみたいなところに行くところのなんか人の心の動きがすごい僕的に興味があるというか、怖いよね人、手に入れないな、壊しちゃえってね、でもある意味そのさっきの神格化する方向ではなくこう会えるものにした、で会えるものにするっていうのはある意味その今までのみんなのものでもう絶対に触れないんだけどすごい超越的な感じっていうようなものの時には絶対そんなさなんかアプローチかけてダメだったから殺すみたいな話には絶対ならないわけじゃんね、でそれに対してそのあなんか自分の身近にあるんだっていうものをある意味売り物にするようになったと、だからそれがそのまあ全然そんな弁護するつもりはないけど、なんか前よりもそういうものが誘発されやすくなるのかもね、そういう、そういうその売り方、なんかあなたの隣にいますよ、身近にいますよ、触れますよっていうようなのを言っといて、まあでも本当は違うと、まあまあそう、ね、いうのはこう、まあ辛いのかもねっていう、いやーそうね、確かにね、なんかでもそこで一番面白いのは多分なんかどうして壊したくなるのかって思うんですよ、多分なんか昔その松田聖子も確か鉄パイプで殴られた事件が一回起こってて、マジか、そうなんでだろう、どうして壊したくなるか、好きすぎて殺すみたいなね、まあでもなんかよく言う、あるなんか言うよね、そういう物語はよくなんねえ、しかも20回刺したってやっぱすごいと思うんですよ、すごいね、僕そのなんだっけな、どこ行ったんだっけ、あの東南アジアにいた時に、そのなんか野生のイノシシが現れて、ちょっとやべえなって思って現れてポケモンみたいな、でなんか手元に持ってた小型ナイフでなんかめっちゃ刺そうとしたんですけど、やっぱ一気死後硬直が起こってない硬い状態で20回ズブズブ刺さって抜くのを20回やるのってかなりの、っていうのが来ないと、ちゃんと直すできないはずなんですよ、すげえなって思って、相当、相当だね、いや相当ですよね、いや今話してる内容何にも別にない、なんか中身がない話をさっきからしてるというか、なんか当たり前すぎて、なんかもっと斬新な意見が欲しいっすね。逆に。急に。まあ。いやまあまあ喋ってたと思うよ。でも今なんかちょっと思っちゃったんですよ。思っちゃった。
それは、うん、急に反省しちゃう。怖いよねで終わるのは、もしかしたらなんかもうちょい行きたい。僕たちは何かを見失ってるんじゃないか、見落としてるんじゃないか。我々3人がせっかく喋ってるんだからもうちょっと行こうと、うん、そうそうそう。暴力は暴力というか、うん、でもそのよくさ、なんかあの 気を引きたくて意地悪しちゃうみたいな話あるじゃん、うんうん、でそのこう何か強い何かをすれば向こうはさすがにリアクションするだろうみたいな、うん、のがどんどんエスカレートしていくっていうのはありえると思うんだよね。だからいくらその時計をあげたりなんかすごいいいことをしてあげようとしてもダメだったと、うん、じゃあもうものすごい悪いことしたら、うん、振り向いてほしいだけ、うん、はいはいはい、確かにっていうさのはまああり得るよね。その無関心よりは嫌われたいみたいなさ、うんうん、理解できるわけではないけど、あでもなんかそういうのは確かに、うん、でも愛情の反対は無関心って言葉あるじゃないですか、うん、そのなんか嫌いっていう憎悪じゃなくて無関心だって考えた時にはある意味憎悪っていう感情を抱いてもらった方がいいって人もいるのかな、うんうん、存在を認められたいというか、うんうん、強くこう爪痕を残したいみたいなね、逆に、うん、いやいやなんかメンヘラっすね、うん、まあまあ、メンヘラって言葉で片付けられないぐらいのメンタルだよね。なんか僕の、うん、あの先輩で、おあの元カノに背中を出刃包丁刃渡り20センチぐらい刺されたやつを知ってるんですけど、うん、なんかマジで その人はもう元カノって言わないよね。もうなんか15股ぐらいかけてて、うん、でもなんかかけてたのね。かけてた15股、はい、はい、いやカスなんですけどマジで、うん、もうなんかでまあ私一人を見てくれないんだったら、まあ、当たり前なんですけど、といえば当たり前なんだけど、うん、刺されちゃって、うんうん、でも 彼はでももしかしたらアイドルだったかもしれない。ああみんなのねって思うと、うん、何でしたっけ、うん、何も頑張れよ、何も、まあ、お前がぶっかけたんだぜ、まあまあ、ね、うんうん、そうまあ、うん、刺しちゃうっていうのはね、うん、身近でも、まあ、身近でもあり得たことってことだよね、うんうんうん。ちなみに彼はどういう反応を示したわけ、それに対して。いやまあなんか病院に運ばれたんですけど、うんうん、まあなんかあそういうもんだよねって思ってなんか笑いながら別になんか何もせず、やっぱ器がちげえな15股は。いや多分15股かけれる器があったんだと思うんですよ、うん、そのなんか石油王みたいな感じの、うん、あのなんかあるじゃないですか、多重庫みたいな、うん、もしかしたらそれかあの初めてじゃなかったかもね、うん、ああああ今回背中来たのね今回刃物かみたいな、あ、ね、いやなんか俺逆になんかちょっとこう SF じみてるっていう なんかお話じみてるけど、なんかそう刺されて逆にすごい好きになるみたいな、なんか そんなに俺を思ってくれてるみたいなのが、15股してたやつがこう、うん、あなんかあえて選ぶならこいつかもしれないみたいなことを、刺すほどかみたいな、そうそうそう思うかもしんねえなと思って聞いたわけ今。あそういうこともあるのか、わかんないけどね。あでもあるかもしれないですよね。いやいや全然理解できないけどね、うん、いや人間ってのはわかんないですね、うん、まあちょっとまあでもこの友博さんだっけ、うん、なんだっけ、刺したこの岩崎さん、うん、まあ岩崎さんがまあどんな人だったかはちょっと知りたいね、うん、個人的にはそうね。あでもなんか多分すごいある意味すごい一途で思い詰めた結果って考えたら、なんか一概にいや普通に悪いことなんだけど、もしかしたらなんかかもしれないですよ ね誠実な人かもしれないね、うん、なんかわかんないけど ね、 そうね、行き過ぎちゃったか、あもう出ちゃってるんですね、うん、ネットでね、あんで、まあでもやっぱあれですよ、あのこういうのを見てる人たちはこういうのすぐ炎上させちゃダメな、そうだね、させないようにして。あ可愛いっすね、うん、トミさん可愛い。あちょっとあの自分たちだけで楽しむのやめてくれる、あ ね、 あね、ちょっと、まあ、あんま気にしないことにしましょう。放送してからさ、うんうん、ああちょっとやっぱネットの炎上 ね、うん、ね、そういえば僕一回めっちゃ炎上したことあるんですよ。ほう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 。あの僕入学した時に、うん、
あれね、そう有名な、超有名な、非常に有名ですよ。めちゃくちゃまとめられて、むしろこれを見たら、うん、あ、こいつだったんだって視聴者の人になるかもしれないね。あの視聴者の皆さん、もしスマホがあれば東大近かったからって調べてもらっていいですか。近かったからから東大近かったから、あ、そうですね。いやこれが、うん、ちょっと待ってくださいね。そのなんか数年前に、そう面白いんだよな、うん、この僕が入学して14年入学なんですけど、あ、これ自分、これ僕なんですよね。全然違うね。いや、メガネかけたら大体川崎にはいなそうです。メガネかけたらめっちゃ変わるんですよ。あ、世界一かっこいい人。いや、なんかもうこれが、うん、なんかもう天才じゃねっていう意見とか、もうなんか逆にもうなんかこのクソ野郎みたいな、しかも僕がすごい超嫌な顔してるんで、なんか自止めみたいなね。え、これ実際近かったの。いや、だって僕札幌じゃないですか。僕札幌じゃないですか。いやいやいや、いや、これはこれね、うん、なんか僕が言ったんじゃなくて、うん、あの僕の前の人が言って、それのテロップが僕のところに残ってて、あ、僕はもう浪人上がりでもうなんか精神振り減らしたもう状態でこれが来たって感じですね。なるほどね。これたまったもんじゃないよね。これがもうマジ2万リツイートぐらい来て、しかもなんか俺のどっからバレたのか、俺のメールの受信箱に超なんか迷惑メールが入りつつ、マジ、まあ、なんかキャンパスで声をかけられ、ああそう、近かったからの人っすよね、近かった人っすよねみたいな、うん、なんか大変だな、渋谷とかで、あの井の頭線とか乗ってる途中に、うん、あいつ近いやつじゃねみたいな感じで来つつみたいな、近いやつ、近いやつじゃね、名称になるんだね。もうなんか、しかも韓国の友人から、あ、これお前だよねみたいな、フェイスブックでメッセンジーが来るみたいな、うん、まあ、とても、ね、とても思い出深い、一時期ツイッター界を賑わした、うん、いやマジでこれ言ったやつダメだよ、マジで言ったやつ、なんかよくわかんないですけど、うん、言ったやつはノーノーと生きてるみたいですけど、いやでも逆にこれがあったから僕すごい新刊時期にスマホの待ち受けに設定して、あ、もうなんか名刺代わり、そうだよね、便利ではあるよね、うん、あるしね。そういう被害も受けてますよっていう話、なるほどね、ニュースだね、ニュースですね。はい、まあそんな、それぐらいかな、まあね、そうね、ちょっとまあじゃあ富田さんは、うん、まあ死なないって死なない方がいいね、うん、それ間違いない、うん、間違いない。でも結構地下アイドルとかやってる友達いるんで、まあ、まあ、なんか気をつけようがないと思うんですけど、まあなんか気をつけてほしいですよね。うん、いやそうね、東大にもいるからね、東大生とか、そうそう、ね、しかも元カノとかあれっすよ、なんか東大アイドルみたいなやつだから、うん、そうウェイヨーやってる、マジてか、そうね、このね、まあ、うん、まあこれはそんな喋んないけど、この沖縄のやつもね、うん、20歳の女の子だよね、うん、まあ、こう狙うね、みんな、まあ、逆に男を狙ったらそれまた怖いんですけどね、うん、そうね、うん、そう、なんか28歳の男がスマップの誰々に恋心が認められず刺しちゃったとか、それまた怖いと、うん、ちょっと次元変わってくるね、ちょっとね。はい、まあそんなところですかね、はい、とりあえずじゃあ前半はこんなしましょうか。感じで後半は一回休憩5分ぐらい入って、はいはい、世界よくしょくちしんぐと本尊マンダラ、はい、本尊マンダラの方はあのまだお待ちしてますので、お待ちしてます、続々あのメールいただければと思います、はい、じゃあ一旦休憩入り、はい、はい、
はい、はい、やってます本草20代、はい、ということで、でメールが来ていますので、はい、そちら先にお読みさせていただきます。はいはい、今井さんからって言っていいのかな、うん、で兼題仮想風俗場というので、ヘルメラ若い人たちがこんなことをどう考えるのか聞いてみたいですということで、うん、こんな URL が一緒に書いてきますね、うん、はい、現代ビジネス仮想風俗場3500円で体を売る女たち、3500円、性のデフレ化が止まらない。かつて性風俗は借金や精神疾患など何か特別な事情を抱えた一部の女性が稼ぐ最終手段の場であった。しかし現在は経済的に困窮した普通の女性が、生活費を確保するために体を売っている。性風俗業界の動向から日本の格差と貧困を見とく、使い日本性風俗を著した中村って厚彦って読むのかな、うん、市の特別レポート。いやー毛布、まあ、っていう記事ですね、うん、でまあ内容としてはもともとこの5000円とか月50万か、うん、稼いだりっていうのができたあったんだけど、うん、風営法改正などとかに伴って1日1万円以下で働く、賃金ぐらいになってると、うん、だけど、デリヘルの数は増えてる。要はそういうところで働こうっていう人は増えてて、今やセブンイレブンと同じぐらい1万9000件前後、あると。めっちゃ多いっすよねそれ、うんうん、状態で。ただまあその1時間1万以下とかで働くの価格、うん、破格の価格帯で性的サービスを提供しているのはまあ30歳以上の、熟女たちであるという記事ですね。はあ、うん、うん、そんなにめちゃくちゃこれ難しいとこっすね。いうところでどう考えますかというメールいただいております。ありがとうございます。どう考えますかね。いや、まずそんなことしたくない人が多くいるだろうから、だとしたらそうしなくていいようになったらいいのにっていう話なんだけど、うん、そういう選択をしてでも全然稼げなくて、うん、っていうのは恐ろしい世界ですね、うんうん、だって月5万ってさ、なんか書いてあったけどってやばいっすよね。あ、違う、月5万っていうのはね、まあそうそう、今月収があと5万足りないっていうので、うん、なんだ、まあ、うん、正社員とか、そうなってしまうっていうこと。前看護婦さんがすごい、夜の仕事してる人多いっていう回、うん、前実家がデリヘルの子が一人来てくれて、うん、その方に話聞いたら、なるほど。だって1日1万円ってさ、うん、稼げるくない？まあ時給1000円で10時間、うん、ってことだね、うん、まあ、まあ、うん、でも子供育てれてるとかなったら、ね、短時間で、うん、そうかそうかそうか、10時間働くわけにはいかないか、うんうんうん、なんかそうっすね、すごいなんか僕めっちゃ女の子好きなんですけど、うん、風俗とかだけはちょっと使ったことがなくて、うん、なんか風俗が倫理的になんだとかそういうのをちょっと僕は判断できなくて、うんなんですけど、すごい思うのはまず一つはその日本がジェンダー的にやっぱり、うん、なんか女性の方が賃金が低いっていうのは、うん、まあ起こってる、実際に起こってるっていうことはすごい多分問題だなってすごい、まあ、真面目に言うと、うん、っていうところと、うん、でもなんかもう一つその性風俗産業っていうのが倫理的にダメなのかってすごい難しい問題だと思うんですよね、うん、で例えばすごい、まあ、普通の女の子でも、まあまあ、ちょっとお金を持ってる人と結婚するために、うんまあ、デートをして、うんまあ、そこまで好きじゃなくても、まあ、一緒に寝て、うん、でその結果つかみ取る結婚はそれはある意味お金というところに規定されていなくても、うんまあ、一種の
体を打ってることには変わらないのかっていうと、そことの線引きってやっぱ難しいじゃないですか、うん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 、っていう意味では判断しできないなって思って、うん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 、どうですかね、うんうんいやデリケートな問いだよね。そうですね、実際的に多分このリスナーの方はそのこの安さの中で体を打っても安いっていうその性の値段が暴落してるっていうところに関して多分聞きたいんでしょうから、うん、多分本質ではないんでしょうけど、なんかそもそも打っていいんですかっていうところと、うんうん、高ければ打っていいんですかっていう、そう、その多分2段階の問題があって、うん、そうだね、これはまあまあね、だから現状として1万9000件あって、うん、でいや1万以下か1日、うんうん、なんか、うん、なんかまあそう、まあだだ、うん、まあだからどこから語るか、うん、まあ俺はなんかこれむずいね、うん、これはそうです、いやまあでも風俗あってはならないのかっていうとそれは難しいなっていう、その、うん、まあそう、まあ、いやもちろんそのできるだけそうしたくない人の方が圧倒的に多いだろうとは思うんだけど、まあ別にしてもいいかなっていう人はいるかもしれないと、でその人たちがする分にはいいよねっていうのは一つと、そのまあそういう機能がないと、まあよく言われるのがなんか痴漢とかがめっちゃ増えるだけじゃねみたいな、だからなんかそういうはけ口って言い方であれだけど、としてそういう場所があるのってむしろ社会正義じゃないみたいな、そういう議論もあるじゃんね、うん、でまあそれもまあ部分的に正しいというか、その部分はまあ、うん、あるだろうな、相関はと、うん、実際あるでしょうね、うん、でそれがまあ比較的抵抗がない人がそれお金をもらって、うん、まあはけ口になるとある意味、うん、で絶対そうしてほしくない一般の人たち、ある意味の人たちが、うん、まあ痴漢とかに合う率が下がるんだとすると、まあそれはいいじゃいいのかっていう話はあるよね、うんうん、そうですね、なんかその僕もなんだろう、まあ友人に魔女をやってる方はいるし、うんうん、あとその中学の時 そのさっき言った付き合ってた人、うん、はいはい、その友達の母親が実はすすきのの、うん、まあ淡姫だったとかは普通にあるんで、うん、なんか自分としてはすごい例えばその風俗がどうこうっていうところに関してはあまりなくて、まあ多分仕事の人として割り切ってる上ではそれは多分社会正義としてあると思って、まあ別に AV 女優とかも多分同じだと思うんですけど、うんうん、だけどここで問題とすべきなのは何でしょうね、うん、やっぱりうん、あれかな、あ、どうどう、やっぱり、うん、あ、なんかでもここで出てくるのは多分、うん、女性がその体を打っていいのかっていうとか、まず一つは自分の体は多分どこに帰属するのかっていう、うん、その要するに社会的なその倫理規範とかを含めた上で自分の体は存在しているのかっていう意味で考えると、うん、そのまた難しい話、その哲学的になってくるだろうし、うんうんうん、と一つは、まあ、すごい多分女性の中のであれなんて言うんでしたっけ、あの女性を大事にするフェミニズム、あ、フェミニズムの中には、うん、まあ多分男がその基本的に、まあ、性欲が破産、まあ、なんかその、うん、抑えきれなくてそういうところに行って女を買うっていう、その要するに女の子の その体っていうものに対して、うん、その貨幣価値、貨幣の上で価値をつけるっていうことが一番多分、うんうん、それ自体もはや多分それは奴隷文化とかも同じところで、うん、多分その肉体労働力とかいろんなものは、うん、まあ多分僕たちは普段例えば IT で働くとしてプログラミング自分の能力とか売ってるけど、うん、その上でその体そのものを資本とするっていうことに対して多分みんなが抵抗を持ってると思ってて、うん、そこなんですよね多分、うん、だから、まあ、でも論点浮き彫りにしたわけでどうこうできてるわけではないから、
なんかそうね、こう俺的には、うんうん、まあちょっとそのまあ僕的には、なんか言うことだけ言わせてもらうと言ってくれ、あのかんそのなどう考えるかっていう、うん、考えるだけのところで言わせてもらうと、この月収5万6万必要だっていうのって非常に高い、所得がないと生きれない町で住んでる人の考え方だと思うのね。で逆に向こう行ったら月6万とかで多分悠々と、あの地方とか、うん、で要はその、うん、俺的にはそのこれだから超力技で、うん、超理論上の話だけど、うん、その、まあ、地方創生みたいなところがあって、うん、なんか今ただ地方行きたい人が行くみたいな感じになってるけど、うん、もうちょっとそこに社会的インパクトを持たせるんだったら、うん、こういった層の、うん、方たち、うん、で今はこう向こうではさ、その要は400平米というか、うん、ある畑がさもう限界集落になっちゃってさ、うん、もう60平米も使われてないみたいなね、うん、長野県の村とかに行くと、うん、したらこう山開拓して畑にするのって何年もかかってやってるんだけど、うん、その資源がまあ今もうほとんどダメになっちゃってるって、うん、で人手不足でみたいな地方には問題があるのね、うん、でそこ行けばさ毎回こう自分たちで美味しいご飯を自分たちで取って作って食べて、うん、でそこでこう子供育てたりしてる子たち、うん、人たちもいるんだけれども、うん、なんかそういう地方にこう人をみたいな、うん、で向こうだって保育園とかだって全然もう空き放題だし、うん、こっちと違って、うんうん、なんかそういうですごい低いわけよ、所得が低くても生きれる、うん、なんかそういう流れをかなり力技で、だからこれかなり力技でやる人がいないとこれ机上の空論になっちゃう話で、相当だからそのこういった層の人たちにアクセスできて、さらにそういう大きな多分地方への移住みたいなこともできるような動きをガチでやれば、まあその1対1で目の前のこの女の人をどうするかっていう問題は、うん、の立場にはいないよ僕は、うんうん、というなんか自分の立場から考えると、そう社会デザイン的な立場で大きく考えると、うん、まあそういうところで大きく動かないとこれはまあちょっと難しいんじゃないかなっていうのが、うんうん、感覚かな、うん、どうでしょうね。なんか気になるのはそのどこまでを選択肢として見た上でまあその選択をしてるのか、うん、この人たちが、うん、だからいや田舎引っ越しはいいじゃんみたいな話って、うん、でも もちろんありうるよね、うん、だけどそれって知らないからなのか、いやどうしてもそれは嫌だと、うん、むしろそれするぐらいだったらっていうような話なのか、うん、もっとなんか他の制約条件があってこうどうしてもここに住まなきゃいけないのとか、なんかこうしがらみがあっているなのかっていう、うん、でもうん、なんかこの値段でそうしなきゃいけないっていうのはなんか最終手段にも程があって、もうちょっと何かあるんじゃねみたいなのを提案できるのだったらそれは、うん、そうね、ねえ、そうね、だからそうですね、なんかすごい一つ気になったのは、うん、これを書いた方って、うん、ああこの中村敏子さん、この記事を書いてる方は、うんうん、まあ、確かに事実を出したんですけれども、うん、この人たちがどう考えてるかっていうことを多分そこまで書いてないなって思っていて、ね、まあ、事実は伝えた、まあ、お金が厳しくて生活保護のところを下回る収入しか稼げないっていう方、うん、でもその人たちはもしかしたらそれでいいって思ってるのかもしれないし、多分なんかこれがあまりその女性視点でどうしてその決断に至ったのかっていう、その決断に至って今続けてるところまでを書いてなくて、そうね、結局的に何だろう、ああそうなんだ、そのなんか大変だね、でまあそのやっぱ女性の給料上げなきゃなんないよねっていうすごい安易な方向に多分これを読者の意見を誘導しているように感じて、うん、マクロにしか話せないもんね、こうやって書かれると、ね、だからもう少しなんだろう、うん、あるかなって思って、そう、ね、なんかまあちょっとそう、この中村敦彦さんがどこまでこの本で書いてるか、うん、その女性の立場みたいな、うん、ところとか多分一人一人違うだろうしね、うんうんうん、
まあ、ただ1万9000デリヘルがあって1件に5件いたらまあ10万弱ぐらいの女性の方が働いているという。結構多いって結構多いから、うん、そうだね、まあ、全員じゃないしろ、なんかもう少し情報と選択肢を認識できる情報をなんかねあればまた何か変わると思うけども、そうですね、ちょっとでもどうなんでしょうねこの辺はね、そんなとこですかね、そんなとこでいいんでしょうかね、まあちょっとメールいただいた方的にはそんな回答で大丈夫か、ね、またぜひ追加であのそんなんじゃ手ぬるいと、ね、もっとこういう話を聞きたいというっていうのあればぜひ おい質問いただいて、はい、という感じかな、はい、はいね、よし、はい、じゃあちょっといきましょうか、後半のコーナー入りますか、はい、じゃあ後半こちらですね、あじゃあ物だけ持ってきたんですか、はい、世界を良くするグッドシングスということで、説明からあれですね、はい、あのこれは、うん、まあいつもゲストの方にね、うん、なんかこうものを、うん、なんかこれいいぞっていうものが、うん、こう独自の視点であればぜひ紹介してほしいなと、はいはい、そういうコーナーですね、でそのものがねなんかこう使ってるだけで自分も気持ちいいし周りも気持ちいいし、うん、その出体がね、うん、それの元々の由来が実はすごいいいものだったりするとか、うん、だったらね知ってみんなで使って世界を徐々に良くしましょうというところですね。僕が持ってきたのは、はい、おう持ってきたのは僕が持ってきたのはこれなんですよね、うん、これはもう皆さんご存知のレッドブルというドリンクなんですけれども、ね、翼を授けてくれるやつ、そうですね、なんか何が好きかというと、うんうん、まあ、多分僕の知り合いの方は僕はめちゃくちゃレッドブルが好きだってことは多分みんな知ってると思うんですけど、うん、なんでかっていうとこの後ろにそのさっき言ったそのラップとかヒップホップとかいろいろあると思うんですけど、うん、カルチャーっていうものがすごい一本の缶の中にあって、うん、何かっていうとこの缶一本ってまあぶっちゃけただの缶なんですよ、うん、まあ、ただの飲料で中にカフェインとアルギニンが入ってる、アルギニンは入ってるのかな、アルギニン入ってますね、入ってるだけの飲料なんだけど、うん、この缶を買って飲んでくれた中で、うん、その例えばダンスだったり、うん、DJ という音楽だったり、うん、そのヒップホップだったり、あとモータースポーツとか、うん、結構いろんなエクストリームスポーツ、スケボーとかすごいものの、うん、その大会を応援したり、うん、選手を応援したりするのに、うん、その会社のお金の9割が使われてるっていう事実で、9割をマーケティング費に使う会社ってないんですよ。僕がこのように知ってるのはレッドブルだけなんです。で、それをしてそのカルチャーっていうものに金を動かしてるこの缶一本って考えるとすごい僕らの生活をもっと豊かにしてて、例えばまあ僕がダンスとかもやってるし、そういう DJ とかそういうクラブとかも好きだし、そういうシーンを盛り上げてるドリンクっていう意味ではそのレッドブルは大好きですよ、ね、すごい強い思想あんだね。そうですね、9割っす、9割ってすごい、ね、半端ないです、まあ、よかったらぜひ。ああいいよ、ああそうっす、じゃあいただきます。ちょうどちょっとこの時間になるとね、久々なレッドブル異様な状況が。お疲れレッドブル、お疲れレッドブルって言うなんか良くないですか、お疲れレッドブル、うわそうなんですよ。僕これもう中高の部活の試合、まあ、23対0なんですけど部活の試合前もいい、まあ、テスト勉強の時も受験の試験前も、うん、もうなんか教科ごとに前に1本飲むぐらいのレッドブル大丈夫なの、大好きすぎてすごいね、やばそうだけどね、そんなの飲んでるだけでこうね、この9割が、うん、そうこの9割でカルチャーがって考えると、うん、まあでもこれってカフェイン量がコーヒー1杯分だし、カロリーも一応オレンジジュース1杯分なんで、うん、まあ、まあコーヒーそんな1日に10杯も飲んだらさすがにあれですけど、うんうん、そっか、いいね、まあ、っていうことなんですよ、うん、いいね、なかなかエナドリ飲まないんだけどね、いい、うん、俺も久々に今飲んだ、うん、本当ですか、うん、5ミニはたまに飲むけど、へ、うん、まあ、
ぜひこれからあれですよ、これで DJ の大会がダンスの大会がって思いながら、うん、もうこのなるほどね、これでね、ここからここまで、そうね、ここからここまでがって思いながらってことですね。はい、はい、ありがとうございます。そうか、やるとね、うん、その会社がねあんまり見ないよね、その飲み物味とか値段だけで、うん、見がちだけどね、そう、その奥にあるものを多分みんなあんま見ないで飲んでるかなって思って、うん、いいですね。最近だとあの Can You Make It とか、うんうんうん、ね、あのイベントは You Meet でも取り上げさせてもらって、ね、なんか Can You Make It って知ってます？あのレッドブルの お金を持たないで、自分の携帯を持たないでレッドブルの缶と列車のチケットとかピザとかを交換しながらヨーロッパを旅をしようっていう学生だけのイベントが3月に行われてて、4月だから、ふんどしのやつあるの？そうそうそう、ふんどしの、結構いろんな人が出てくれてて、それもやって、結局あれって できるもんなの？やったらできたみたいですよ。はあ、なんかそれも結構いろいろ今後記事とかが上がるみたいだからチェックしてみたいなって僕は思ってますけど、そういうのどっちかというと運営側というか、そうですね、レッドブルサイドにいる人ですからね、この人は。うん、いいね、なるほどね、ということです。はい、ありがとうございます。今日はいえいえ、今日はじゃあレッドブルという、はい、レッドブルってことですね。まあ、ぜひね、これ会社名もレッドブルなんでね、レッドブルって。そうですね、レッドブルって、うん、レッドブルのレッドブルですね、うん、スイスで作られたんだね、意外、びっくりした。そうなんです、一応なんかエナジードリンクなのに、うん、なんかアルプスの水を使うっていう、うん、あのなんか決まりらしくて、そうかなみたいな、なるほど、ということらしいです。ありがとうございます。じゃあ最後のコーナーに行きましょうか。こちらです。これが一番楽しみだったっていう、はい、だいぶ今日押してますね、時間来ちゃいましたけど、本草マンダラ、えい、本草マンダラですね、はい、あのマンダラ模様の、はい、もう口頭で時間ないか言ってますけど、はい、あの8つ僕らちでテーマ出してますので、うん、それを視聴者の方に選んでもらって、はい、メールいただいてそれについて喋る方という方なんですが、来てます。こんばんは、関戸直明さん、藤沢市の、いつもありがとうございます。はい、今日は贅沢って必要、ありがとうございます、が選ばれております。はい、はい、ちょっと待ってください、うん、じゃあそれですね。そう、あの僕はちょっと極端に貧乏症でして、うん、あの、まあ、昨日ねおばさんがあの東京に来て、うん、あのちょっと飯おごってあげるからなんか好きなものないって、じゃあ寿司食べたいって言って寿司を食べさせてもらって、うん、で結構こう普通の回転寿司とかじゃなくて割と良さめの寿司屋に連れてってもらって美味しかったんですけど、うん、まあでもそれがこう、まあ、2人で5000円とか6000円ぐらいかかるわけですよ。で、まあ、食べたら美味しいよね、そりゃ、うんうん、美味しいなって思いながらカニ味噌めえなとか思いながら食ってたんだけど、もう儚かないよね、うん、こう、まあ、味は終わっちゃうし、うんうん、まあ、美味しかったなって記憶だけが今残ってると、うん、なるほどね。で、なんならもうすぐ忘れちゃうんだよね、うんうん、その美味しかったことも寿司を食ったことも、うんうん、で、まあ3000円なくなってるだけ、まあ俺がなくなってるわけじゃないんだけど、うん、ケチすぎてあの人におごってもらった時も、あ、3000円使ったんだなって思っちゃうんだけど、うん、なんだろう、そのいやいや、もちろん今日は贅沢しようぜみたいなのって、うん、いや、メリハリとしてというかね、うん、あって嬉しいことだけどさ、うん、寂しいっていうか、あ、終わっちゃったみたいな、うんうん、で、その贅沢っていうのはなんでしたくなるのかなみたいな、なんでそういうのっているのかな、うん、贅沢か、そうですね、贅沢と、どういう贅沢っていうのは、そのいつもより高いそれを食べるってこと、うん、まあ象徴的にはそうかな、いつもより高いそれを買うとか、うん、そうですね、なんかすごい思ったのは、うん、例えばなんかまあ、健康の部分のなんかヘルシーなものを選ぶとか別として、なんかコンビニでちょっと今日頑張ったからコンビニスイーツを買うとかプチ贅沢を無視してた、なんか贅沢話で言うと、あのなんか僕がする贅沢って基本的になんか誰かといる時しかしないんですよ。あんまりなんか自分とかだと例えば普通に家で卵かけご飯かもやしに肉炒めぐらいしかやべえなそれ大丈夫か、うん、でなんでするかって思ったら、まず一つはなんだろう、
そのお金を使っ自分の労働力とか時間がお金に変わったものを、うん、それを何かに吸い込み誰かのために吸い込むことによってその人を例えば大事にしてるだとかその人とどういう時間を過ごしたいっていう、うん、その時間経験に多分お金を使うんだろうなとか思って、うん、例えばあこの前あの彼女に花束を送ったんですよ記念日にかっこよろしいやべえ俺かっけえなって思いながら言ったんですけど、うん、なんかそれって別に花束ってぶっちゃけなんかすぐ枯れるし、うん、別にもらってもあなんかビジュアル的にはいいけど別になんかあーね、あーねって感じですし、うん、だけどなんか多分そのもらったってその事実が何かそのなるんだろうなって思って、うんうん、まあもしかしたらただ僕のオナニーかもしれないですけど、うん、でもなんかそれそう思ってないと思うけどね、うん、それって多分なんかおばさんが連れてってくれた寿司とかもそうなんじゃないかなみたいな、うんうん、確かにどうすかね、うん、まあどうす贅沢って質うーんなんかとまあでも あれじゃないあの どうなんですかねなんかまあでもなんかアフリカの子供たちからすれば、うん、そんな服着るの必要って言ってるのと同じような話なのかなとも、うん、思う要は同じ日本人だけど、うん、文化差が違う、うんうんっていうところだからなんか別にスギアンが自分には必要ないなっていうふうに思ったなら、うん、あれだけど、うん、ただなんか必要って聞いてくるってことはなんか必要なのかもなとも思ってるのかなっていうことも、うん、そこが何なのかなっていうところが、うん、ちょっと思うところだな、うんうん、いやなんかねお金儲けっぱなしで使わないって何って感じはするじゃん、うん、せっかくまあいろんな使い方があるけどさ、うん、なんかハッピーに使えるんだったら使ったらいいじゃん使える範囲では、うんうん、だけど俺すごくこう使うことそれ自体のマイナスがでかいわけよああ自分のそうそうお金使うことが不快みたいなのがあってああほうほうほう、うん、かなりこう気合い入れないと使えないみたいなのねなんかそれってちょっと変わってもいいところかもなって思っててああ自分自身で、うん、いやなんか散財しまくりしないと楽しくないみたいな人になりたくないけどうん、うん、楽しく使えるっていう人にはさ、うん、そのうちなれたらいいなと思ってて、うんうん、そのお金が稼げると比例してね、うんでうん、そんな大げさに稼げるようにならないし使うようにならないと思うけど、うんそのなんかプレゼントこう気前よく買ってあげるとかもさ、うん、なんかいや俺もさすがになんか人にプレゼントあげるときにそんなケチんないけど、うん、まあでもちょっとこうあるわけよお金使っちゃったなみたいなやつ、うん、あれをもうちょっとこうコントロールして、まあ、今日は使うときだと、うん、おらみたいなって気持ちよく終わって明日から頑張るかみたいな、うん、そういうマインドセットというか、うんっていうのあった方が素敵かもなっていうハテナなわけよ。はいはいはい。確かにね。そうね。なんかそうね。俺もなんか友達ん家に行くときとかは、うん、あこれ買ってってなかったらごめんね。あの割といいものを買ってくる。ああ。であの逆に俺がいつも食べないようななんか伊勢丹のお菓子とかでも自分も食べたいと思ってたけど、うん、一人で買うのはなっていうのとか。今だってそう、うん、買って一緒に行って食べたりなんかそういう、うん、そういう使い方は贅沢、うんうん、贅沢確かにするかなあとはあの10万円とか普通に払ってるワークショップ行くおあのだから自分が何に投資ある種投資に近いかなだから僕にとって贅沢というよりはそうね、うん、それもすごいよね、うん、そう確かにそれはそうだそこにはお金使うね、うんうん、まあだからさ実はそのケチってことは合理的とは限らないじゃん、うん、俺ケチすぎて非合理的なこと非常に多いの、うん、ほうほうほうなんかさあのその荷物ロッカーに預けろよみたいな重いやんとか、うん、なんかロッカーに預けずにまあ何分かだし置いとくかと思って取られることとかたくさんあるわけ、うんうんうん、頭悪いからマジ取られるんですね。そうフランスで置き引きされてまあ戻ってきたんだけど最初にあの
そういう時にあーバカだなって、うん、金払いたくなさによってこんな損してるとか、安物買いの銭失いとかいうのもそうだしさ、うんうん、なんかその投資っていう意味でも、いやその10万って十分ペイするじゃんみたいな、うん、そんだけでなんか自分がちゃんと吸収してこれば全然20万とかなるっしょみたいな風に思えればいいのに、いや10万みたいな、うん、なんとかなんねえかなみたいなさ、うん、ことをこうすぐそっちに行っちゃう。これはねもう教育ですよ、徹底した杉山家の教育によって調教されてきた俺の思考回路めっちゃ面白い。安いが正義、うん、安いはうまいみたいな、うん、半額のものの方が美味しいみたいな、関西みたいな中部なんだけど、うん、愛知なんだけど、うんうん、逆に杉山さん何だったら金めこれだけは金をつぎ込むみたいなものって何かあります、うん、これだけは金、うん、いや使わねえんだけど、やっぱ結婚したいですね結婚したい、結婚したい、え、杉山と、杉山さんと結婚したいな、彼女見てる、俺が代わりに使ってあげるんで、やだよそういうことで、それも俺やだから別に人に使わせてあげるのもやだから俺も金じゃんってなるから、え、じゃあなんか通帳は俺が持ってて、やめて、もう見えないか、やめて、見えないかってなんだその時代の逆をいく感じのそのえ、じゃあ何使う、使うってことが旅っすね。ああまあ旅は俺も使うかも、うんうんうん、なんか稼いだ金全部旅にベットしますね。ベッド、ベッドだね、ベッド、ベッドするんだね、普段もやしだけどもな、航空券含め30万とかも普通にバーンって、30円と30万の違いみたいな、いやいやいや、なんか長く使える気がするものは、うん、まあ払ってもいいかなって思えるかもしれない。筆とかちょっと奮発して買ったりしたし、うん、はいはい、まあそれは本当に自分が使うしこれあった方がいいなって思うと払えるかなみたいな、だからそれ一発の贅沢っていうのは出しづらいんだよね、ある意味ね、そうね、一発なんか寿司食いに行くみたいな、焼肉食べるみたいな、うん、もうね飲み会とかも本当にね嫌なの俺、いや自分が酒飲めないせいもあるけど、あ、3000円みたいな、ははははは、まあ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 、それはちょっとゆっくりと、なるほどね、まあ、強制しなきゃいけないことでもないけど払えるときには払えるっていうものが出てくるといいかなと僕は思ってますって話ですよ、うん、なるほどね、うん、ちょっともう一通来ちゃってます、うん、のでちょっと最後5分ぐらいできるよね杉山、行きましょう、なのでもう一個行きますよ、大丈夫ですよ、3分かけるんで、皆さんこんばんは、山ひげと言います、うん、こんばんは、ついさっきたまたま URL を見つけて視聴しています、軽い話題からディープな話題に触れられ楽しく視聴させていただいています、これからも都度見たいと思います、ありがとうございます、さて一つを選んでメールをするとのことでしたが、僕からは7の旅について皆さんがどうお考えか聞いてみたいです、ありがとうございます、皆さんは旅に出たいと思いますか、またその旅の中で目指すものを求めるものって何でしょうか、またその他自由に話してほしいですということで、7は何でしたっけね、旅のなんだっけ、なんで旅に出たくなるのかみたいな、みたいな感じでしたよね、そうだね、うん、そこどうして旅に出たくなる、これ出した、あ、どうして旅に出たくなる、そう、うん、そうですね、これはヨッシーが出してる、うん、そうだそうだ、あの僕めっちゃ旅が好きなんですよ、うんうん、なんか、うん、まあ、小さい頃になんか親が航空系だったっていうのもあって、うん、まあ、なんか何個か海外連れてってもらったとかもあったんですけど、うんうん、まあ、大学帰ってからも、まあ、長期休みになるともうなんか多額の金と時間をベットして、うん、もうなんかバックパック一つで例えばあの今回の春休み3月は丸々いっぱい南米を、うん、まあ、メキシコから入って、まあ、ボリビアあたりから出てきたんですけど、うん、とか全然連絡つかなかったもんねなんで飛行機変えてやめたのはい、はい、なんか、うん、何の話でしたっけ、いやいや、どうして出たか、なんでだろうねそれって、で、うん、いやいや、うん、あ、一つはなんかもう全てから自分を遮断したいというか、うん、まあ、例えば、まあ、何々の仕事をしろとか、うんうん、まあ、いろいろあるじゃないですか、やらなきゃやらないこと、うん、あとまあちょ人間関係が面倒くさくなってきた、ちょいろいろ滞留してきた、うん、なんか純粋になんか毎日がちょっとつまらなくなってきたとかなった時に、
なんか全部シャットアウトして、うん、物理的に自分を遠いところに置くことによって、うん、なんか自分の好きなように好きな時間を使えるっていう、うん、その1ヶ月っていう時間を買ってどっかに行くっていうのはすごい、うんうん、あれいつも解放するとそうっすね、うんうんうんウェイサイヤ人みたいな感じです。サイヤ人ウェイサイヤ人ですね。どうですか。俺はね、うん、ある意味投資的に旅をしていることが多かったな、うん、なんかその大学に入ったんだからこう広い世界を見た方がいいみたいな、うん、ある意味留学的に、うん、そのもう旅してこいよみたいなことを親も言ってくれたし、うん、お金貸してくれたりしてあのまあ割と俺もいろいろ行ってきたんだけど、うんそれってこうこれがきっとためになるんだと思って行くみたいな、うんうん、で行ってみていやもちろん旅自体の楽しさに触れるんだけど割とまあきっとこれは何かのためになるっていうなんかぼんやりしたそういう意識で旅に出てるのかなと思って、うんうんうん、それって割とこうあの学生団体とかさこう意識高い系と言われちゃうようなあの活動のしてるのと割と似てる気がしていて、うんうん、なんかまあ海外行くの偉いっしょみたいなのがあった気がするなと思ってて、うんうん、まあでもそれのおかげで得られたものは実際あるし、なんかまあそろそろ英語喋るってことにしとくかみたいな謎の自信とか、うんうん、あのまあなんか住みたいわけじゃねえなっていう発見みたいなのあったし、逆に、うん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 、まあだから結果として良かったなと思うんだけど、そうね、旅に出る動機は割とそういうある意味不純というか感じはあって、で最近はあんまり海外に行きたいと思わなくなって、まあやったらいいかなと思って、で国内も旅行しようっていう強いのはもうなくなってきちゃってて今は、まあやりたいことはたくさんあるし一回今ここでいいかなみたいな感じはあるんで、まあ、そのうち再燃するのかもなって思いながら、はいはいうん、生きてるという、だから最近なくなってるって話、うんうん、実は旅とかしますか。俺ね全然しないね、ね、すごいなんか変な顔みたいな、ね、嘘ついてる、まあいやなんか俺ママチャリキャラバンとか行ってさ、はいはいはい、電車で日本一周したりしてたから、うん、絶対いいじゃないですか、うん、なんか旅じゃないですか。俺でも全然旅はあんまりママチャリで日本一周しといて旅してないって、うん、なんかうわいやなんかまあなんだろうな、俺的にはなんかこうなんかいかにこの場で旅できるかみたいなところが多分あって、だから多分哲学とか好きだし、うん、なんか今人の問い作るみたいな仕事をしてるけど、うん、なんか毎回その人の話したい場所に僕呼んでくださいっていう風に言ってると、うん、その人のお気に入りの場所に僕は連れ去られる、へ、ね、行ったこともない場所の行ったこともないカフェで、うん、そうやって言ってんだ、うん、なんかでもだから そういうのは楽しいね、うんうん、なんか、うん、なんかでもそんななんかそうだな、でもどうしてだから旅に、まあ、なんかあんまり旅にちゃんと出てみたいけどね、うん、あんまりそう俺はあんまりこの場でも旅できる方法あるよみたいな感覚かな、それを逆に探してるかな常に、あなんか旅に出た時にこれを探すとかあります？なんか僕は絶対に現地の屋台の飯が好きなんで屋台飯と あと現地のクラブを絶対探すんですよ。なるほどね。俺ねスーパーで日本より絶対安くてこれ買っていったらいいなってものを探す。あなんかいやなんかドケチだからだけど、うん、金で物を言わせたあの何お土産買いたくないんだよね。はいはいはい、あれですよね、なんか空港で売ってる15ドルぐらいしちゃうよく分からないっていう、うん、あじゃあそろそろ杉谷ね、はい、まあ旅に出かけなるもありますが、はい、一文字、一文字をね、今日のひと文字、いつもまとめ的に書いてもらってますね。何になるのか。なんだろう、今日何、今日何あった？うめえ。ん？ほう。西方解放、西方解放、解放
ほう、ほう、今日解放。いや今日ねちょっとこれだってのがなくて、うん、まあだけどそのなんか自分をなんかかなんか考えるんじゃなくて感じる、それをこう出していくみたいなのもそうだし、旅もそうだし、なんか贅沢もある意味なんか欲を解放するみたいなところなのかなと思って、それをこううまいことをなんかコントロールしないときはコントロールしないみたいな、そういう割り切りってむしろ面白くしたりするのかな、全然コントロールしようとしてないじゃんなんかっていう感じがするんで、なんかそういう魅力があるのかな、よしなっていうのもありつつ、解放いただきました、はい、そうです、はい、ありがとうございます。今日はじゃあ解放ということで、はい、ですね、いいですね、いやなかなか楽しかったですね、あーよかった、あーそれは、はい、よかったよかった。リスナーの皆さんに今日の番組で何が伝わったかって、何一つ多分伝わってないと思う、うん、前も今日なんかねメール来たからね、新しい、そうだよね、なかなか来ないから、なかなかぜひ今後もいろいろと、はい、なんか今日のね感想も彼に伝えていただければ多分、はい、ありがとうございます、メールいただければと、はい、ということでまたね来週もやりますので、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます。